あなた次第です。すごいね。月はゴルゴ13、はい、まず何を言いたいかというと、はい、月はこれはまあ宇宙人が作った人工物。いやいやいや、何を言ってるんですか。いや、月の動きだけあからさまに怪しいんです、はい、月の動きが怪しい。月は自転してます、はい、でそれの地球をまた回ってるんです、はい、ちょっと必ず背中なり横ってこう見えるじゃないですか、はい、でも月っていうのは地球に対して絶対背中を見せないんです。見せない。ゴルゴ13のように相手に対しては絶対背中を見せないんです。まさにゴルゴ、はい、でこれは本当にちょっとだけずれた、月の位置がずれただけでもう軌道が変わるんで、はい、必ず背中見えるんです、うん、でもこれはもうおかしいんですよね。他の星とかに比べて月という衛星だけは絶対に背中を見せない。で他の惑星は、はい、他の惑星はもう月、あの背中ももちろん地球から見えたりするんですけど、あの自転してるから月自身っていうかその他惑星自体も自転してるから背中が見えるけど、そうですね、月は絶対背中を見せない。見せないです。でだから人工物というのもおかしいでしょ。人工、まあ、宇宙歴でいうとですね、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、宇宙お前ほんまに須藤元気か。須藤元気さん、いや宇宙歴は結構、あの戦う男か。宇宙歴は結構まあ勉強してるんですけど、宇宙歴は、まあ、僕らこの地球っていうのは第4アトランティス文明って言われてます。第3アトランティス文明はあの火星ってまあ言われるんですけども、アトランティス文明ってあの昔の古代にものすごい文明を発達させたというあのアトランティスですか。そうですね。でそのアトランティス文明が第3がまあ火星、まあ、NASA が公開している写真にあれにピラミッドとか人工的なこの川の流れとか普通に見えるんですよ。え、どこにあるんですか。いや、あの NASA が公開してる写真でピラミッド立ってますよ、普通に。立って、火星に立ってるんですよ。立ってないですよ。いや、立ってます、立ってます。しかしいや僕はもうあのちゃんと見て、で元 NASA の方にお話ししたら、はい、あのそういった人類はいたんですかって言ったら、ただいま調査中ですって、それでしか言わないんですよね。やっぱ濁すんですよ。いや、火星人はいますよ。あの八本足のね、なんかこういう漫画漫画火星人漫画こんな三角の光線銃持ったやつやろ。安っぽい漫画。それで、まあ、その第3アトランティス文明が、まあ、戦争によって崩壊されたって言われて、まあ、砂漠化したんです。でもう一回僕らチャンスをいただいた、まあ、この地球は第4回目なんですよね。でこの地球っていう土地を選んだ時にこの人が住めるような環境、それが月なんです。月というツールがあるから僕らこうやって生きていけるんです。なんで、まずこの月っていうのは28日周期なんです、はい、28日によってあの回っているんですけれども、はい、女性の生理も28日です。生理も28日で、お肌のこの、お前剣道小林やな。いや、下の方元気都市伝説で、あ、元気ちゃん、はい、で、そのサンゴの産卵とかも、はい、これはあの28日周期なんです、はいはい、でも僕らこの今使ってるカレンダーっていうのはこのグレゴリオ暦って言ってて、あの、まあ、すごく人工的なカレンダーなんですよ。だって1ヶ月に30日があったり31日があったり、おかしいんです、うんうん、で本来はこの月が、月の重力、引力によってこうやって僕らが生きていけることができるんですけれども、ね、このサイクルを崩してしまったから今こう有機的秩序っていうのは崩れちゃってるんです。自然と共存がうまくできてないんです。もともとはほんならその30日31日とかそういう暦がない時はうまくいってたってことですか。もともと本来の暦は 13×28日プラス1なんです。そうするとこれは月と同じリズムでいけるから、12月じゃなくて13ヶ月あればよかったです。そうですね、1月28日で、はい、暦っていうのは基本的にこの人工物、あ、まだ月というのにその言うたら忠実にやればいいんやけども、そうですね、こういう暦になった。でもその月は宇宙人が作ったわけですよね。人工物だから、あのクレーターを見てもおかしいんですよ、はい、月ってすごくクレーター大きいじゃないですか、はい、あれは何かまあ衝突した跡ですよね、はい、あんだけでかいクレーターっていうのはできるってことは亀裂が入ったり普通は壊れてしまうんですよ、はい、形をとどめることはできないわけですか。だから月の中は空洞だって言われてるんですよね。なんか硬い鉄板によって覆われてるっていう風に言われるんですけども、じゃあ誰が作ってるの。はい、まあその多次元世界の話をすると、まあ、中心ですけど、ストップストップストップ、あ多次元世界の話をしますというのは、はい、皆目分からへんだけど、まあ、多次元の話です。3次元それはメタレベルですね。僕ら今これ3次元なんですけど、はいはいはい、物質者世界、まあ、実際僕らこうやって見てるのはまあ、眺めてるにしか過ぎないって、まあ、UFO とかよく見たり見ないってあるじゃないですか、はいはい、あれは振動数が違うからただ単に見えないだけなんです。何ですか振動数。振動数ってこういう物質、このテーブル、はい、これも振動してエネルギーの振動数が低下して物質化するんです。僕らもこのエネルギー体なんですけど、帰ってくれ。いや、はい、難しい。あのね、はい、振動が低下してこう見える物質になってるんです。物質になってると、はい、なるほど。月のじゃ裏側はどうなってんの。なんか建物建ってるとか言われますけどね、うん、だからこの引力的な、もし
月の位置がずれたら、まあ、津波やなんやすごいっていう、そうですね、だからこの人類がこれから生きていく上に大切なのはこの月のリズム、まあ、自然とのリズムっていうものをうまくやっていくことによって、うん、輝かしい未来、多分我々が未熟でついていってないだけやと思います。賢すぎるんです。いやちゃん、さっきからもう元気ちゃんの話を高橋はずっとうなずいて聞いてましたから、レベルが違うわ。高橋全部理解してる。高橋はよくその世界に踏み込んでいただいたなって。いや本当です、ね、でも僕が聞いたのはその中空洞だって言ってたんだけど、はい、昔、はい、水分があった星で中に凍って閉じこもってるっていうのを聞いたことあって、はい、で木星にあの隕石がぶつかった時に木星のすごいでかい部分がバーンと弾け飛んで、はい、地球とまあ間にある月がそのでっかいもう地球クラスの隕石になってた、はい、それがこう来た時に月がその隕石と地球の重力引っ張り合いになっちゃって、はい、ガーッてもううわーってなってパカッて割れちゃったんですよ。パカッて。でそのそうです、パカッて割れて中の氷がバッて出て、で地球にそれで引力で引き寄せられて、で大気圏突入するときに、はい、あの氷が溶けて地球に水がブワーッジャーッて来たんですよ。それがノアの大洪水だって言われてるんです。でも池上さん、月の裏側に何があるとか言ってたじゃないですか、はい、これがねアポロ計画で言われてることなんですよ、はい、でそのアポロ計画の要はアポロ8号が、はい、行った時にアポロ8号の任務っていうのが月周回軌道っていうんです、はい、月面着陸を目的としない、はい、その時に言ってはいけない、ある日月周回軌道って、あ月の裏側までずっと人類で初めて月の裏側を行ったのがアポロ8号なんです、はい、でその時のパイロットが言ってはいけない一言を言って帰ってくるんです。何言ったの？サンタクロースっていう言葉で言うんです、うん、そのサンタクロースっていうのは未確認生物、未確認飛行物体のことを言うんです。で月の裏側を回ってきて帰った時にサンタクロースがいたぜって言って帰ってくるんです。で後にこのアポロ8号のパイロットはアポロ13号に乗せられるんです。そしたらアポロ13号ってその後どういう事故が起きたかはもう皆さん分かりますよねって、うん、言ってはいけないことを言ったやつっていうのはどうなっていくかっていう。あれ、スノブ、でも確かに先ほど言われてた火星の話もそうなんですけど、僕らって火星ってイメージするのは真っ赤なイメージですよね。赤い土地の、でもあれは NASA がフィルムを変えてるだけなんです。本当は青空がある星とも言われてるんですよ。 NASA って青いの？青い。なんでそんなことすんの？だからなんでや、読みはちょっと NASA の人間なあ見せろや。もともと青かったんですよ。はい、だからその僕らもこの火星の末裔ですからね。はい、だから立ちましょう立ちましょう。火星の末裔。ゲンさんが風の谷のナウシカあるじゃないですか、はい、あのナウシカは実は火星の記憶から作られたアニメなんです。火星の記憶？いや実際あの火星っていうのは地球の重力の3分の1なんですよ、ね、はいはい、で実際その、 あの不快っていうので侵されて、はい、どんどん人間が住めなくなってくるっていう、はい、あれはまあこの火星もだ水の跡とかあるじゃないですか、はい、実際生命体がいて砂漠化してしまったっていう、で最後人間が住めなくなって、まあ、終わったんですけれども、はい、かっこいいですね。なんで僕これ見つけたので3分の1だからメーベって飛ぶじゃないですか、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、だからあの風使いっていうのは実際にできるんですよね。じゃあ我々は火星人の末裔で、まあ実際に残ってますよね記憶は、その最後の文明で地球にたどり着いてきたっていうこと。あ、だから先ほども言いましたけどピラミッドがあるって嘘つけって言ったじゃないですか、実際にあるんですよ。で火星で有名な人面岩っていうのを皆さん見たことあると思うんですけど、火星で有名な人面岩、いや高橋はずっと理解してるよさっきから全部の話この情報言ってもいいですか？人面岩っていうのが多分皆さんどっかで目にしたことはあると思うんですけど、人面岩って言って、まあ、人の顔をした岩が火星に存在する。なんかトースポとかに載ってたよそんな。はい、それは、まあ、公表されてるんですけど、それをアップにすると要は人間の顔とライオンの顔に分かれてるんです。人間とライオンの融合がもう火星にはあるんです。人間とライオンの融合って言ったら地球にもあるじゃないですか。それが何かっていうとエジプトのこのスフィンクスや。ナイスショット。だからひょっとしたら古代文明っていうのも火星からに住んでた人たちが地球にたどり着いて一回文明の知識を与えて帰っていったの。すごいやんね。この話はですね、まずアメリカの歴代大統領に就任しますと必ず、宇宙人に会わされるんです。それはもう国家でやってることなんですよ。だけど、はい、大統領以外にも
宇宙人に会わされた人がいるんです。誰？それは誰か、はい、実は映画監督で一人だけいるんです。あ、スティーブン。そうです、スティーブン・スピルバーグです。あのアメリカっていうのは、映画文化がすごい発達した国なんで、うん、映画で宇宙人の存在をゆっくり人々に、こう洗脳じゃないですけどこう覚えさせてけっていうのでスピルバーグが映画を作るんです。でその時に初めて作るのが、未知との遭遇なんです。その未知との遭遇で初めてスピルバーグがリトルグレイっていう形の宇宙人を世に出すんです、うんうん、それは会った人じゃないと絶対に世に出すことはできないんです。これも一番有名なこのヒューマン型ですよね、うんうん、これがリトルグレイっていうんですが、これが未知との遭遇で初めて出てくるんです世の中に。それまで宇宙人をかけと普通の一般の人に言うと絶対に地球外のことを考えるんで、それまで宇宙人ってこうタコとかこういう形の宇宙人だったのを、はい、の、リトルグレイっていうのではっきり世に出したのがまずスピルバーグなんです。その次に、スピルバーグが言われたのは宇宙人は怖い存在ではないと、友好的な存在だということを、庶民に分からせろっていうので作ったのが ET なんです。別に敵ではないぞという感じで分からせるために作ったのが ET なんです、うん、それでここから深い話なんですけど、うん、アメリカっていうのは国家機密とかは50年守っていいんです。そうそうそう。でエリア51っていう存在をアメリカは認めたんです。それまでエリア51っていうのは、まあ、宇宙の開発のところなんですけど、エリア51っていうのはレーダーにも映らない基地なんですけど、それを、発表しましたよね、はい、で次この近いうちの50年何を発表するかって言いますと、ケネディ大統領が暗殺されましたよね。でケネディ大統領って宇宙人の存在を言おうとして暗殺されたんです。でケネディ大統領が暗殺されたのが1963年11月22日なんです。だからケネディが死んでから42年経ってるわけですよね、はい、ってことはこの近くて8年、はい、約10年以内にアメリカは宇宙人の存在を確実に公表すると言われてる話です。へで深い話してもいいですか。いいよ。いいですよ。それなんかその流行り言葉にしようとしてない。深い話してもいいですか。深い話してもいいですか。なんか雑誌でちょっとした連載撮ろう。深い話してもいいです。でも僕ね、ケネディがそういうふうに宇宙人の存在を言おうとして暗殺されたとかね、はい、そのというのもなんか本とかでどんなことありますけれども、はい、嘘か孫とかねまだ分からへんけど。はい、2014年でしたっけ。公表されるんですよね、はい、2013年から2014年に。だからその時に多分宇宙人の存在も確実に言ってくるんです。はいはい。でその深い話は、深い話は、はい、ケネディ一族についてなんですけど、はいはい、呪われたケネディ一族って言いまして、はい、ケネディ一族は政治に携わると必ず暗殺や暗殺未遂がされるんです、うんはい、それ分かりますよね、うん、で今回シュワルツネッガーが、州知事に出ましたね、うんはい、あの人が運がいいのはアメリカ国民じゃないから大統領にはなれないんで、うん、まだいいんですけど、うん、州知事を続けてる間に暗殺か暗殺未遂は必ず起きるんです。なんで？奥さんがケネディ一族の末裔なんです。そうや。その人が世に出て政治をやると必ずその政治やってる方は暗殺か暗殺未遂。じゃあシュワルツネッガーは知ってんのかな、宇宙人の存在とか奥さんから聞いてる可能性もありますよね。それが世にいつ興行をポロって出すかもわからないから、アメリカは絶対伏せますよね。じゃあもしも近いうちにシュワルツネッガーが暗殺とか暗殺ミスに会えば僕が言ってることが正論となるのかどうかっていうところですけど。へえ。まあシュワルツネッガーの奥さんはジョン・レノン殺した人と、うん、ケネディ殺した人というかその指示を出した、うんうん、その大元は同じやったって言われてるやん。それはもう国家機密なんでまだ言えないです。公表なのか。幸せがあれ。そもそも言えないです。私たちがこう今暮らしている東京ですよね、はい、これも江戸時代以来400年間その間地震もあったり空襲受けたりしながらも繁栄し続けているのは、400年前にまあこの町を守るような仕掛けをしてくれた人がいるからだということはもう皆さんご存知ですよね、はい、例えば、まあ、ここに江戸城があるとすると、はい、北東の方向が鬼門ですよね、はい、神田明神、うん、これは江戸のたたり神である平将門を祀っている。でその先にこの上野の寛永寺がある、はい、で寛永寺は東永山東の比叡山という名前がついていますけれども、はい、だから京都に対して比叡山が鬼門を守っているように江戸の鬼門を寛永寺が守る。でしかもこの不忍の池を琵琶湖に見立ててそこに弁天堂も作ってという。なるほど。鬼門の反対側の裏鬼門のところには増上寺を作ってという、
さらにですね、まあ、北に行くと日光東照宮、北というのはあの北極線の方向ですから、そこにまあ天帝が宿ると言われる方向、そこに家康を祀って天帝、ね、はいはい、守っているという、まあ、そんな仕組みでこの東京の街は守られていると、はい、でこの設計をした人物なんですけれども、はい、これが天海というお坊さんなんですよね、はい、でこの人がまあ謎の多い人物なんですよ、はい、どこで生まれてどういうふうな経歴をたどってきたかがさっぱりわからない、ある時突然いた、でしかも関ヶ原の戦いの直前に家康の横に何でかいて、いきなり側近としてバリバリ活躍しだす、はい、だ関ヶ原の合戦ではお坊さんなのに軍事的な役割も果たしている、なんで突然出てきて急にその家康に取り立てられるんだということで、いろんな説がある中で一番このよくささやかれているのが、実は彼は明智光秀だったんじゃないかという話ですね。なるほど。あの明智光秀というのはご存知の通り、まあ織田信長の家臣だったわけですけれども、その謀反を起こして本能寺の変で信長を倒したけれども、すぐまあ取って返した秀吉に、山崎の戦いで撃たれて、追い詰められて自害したと言われているんですけれども、うん、この明智光秀実は死んでなかったっていう説はもう随所に残ってるんですよ。例えば天海が、作った日光の東照宮、はい、門がありますよね、はい、これ標門だらけなんですよ。でも徳川家の門は皆さん水戸黄門でご存知の三つ葉葵ですよね、はいはい、でこの桔梗門というのはですね、実は明智光秀の家紋なんですよ。これですね、そうです、なぜその徳川家康を祀るところにこんだけその明智家の桔梗門が多いのか、それが許されてるのが、そう、なぜ許されてるのか、はいはい、さらにこの日光にはその名も明智平という場所があるんですよ。でこれは天海がそう名付けたと言われてるんですよ。さらに徳川将軍の名前、皆さんあの覚えましたよね。2代が秀忠ですよね、はい、で3代が家光ですよ、はい、とここがこう読んでいただくと、まあ光秀です、信じるか信じないかはあなた次第です。家康のその都市伝説好きで、東照宮の家康の墓の下に埋蔵金が埋まってるっていう、よく言われますね、都市伝説があるんですよ。でその埋蔵金にも天海が絡んでるってなって、その謎を込めた歌がカゴメカゴメだと思います。でカゴメっていうのはそれこそあのユダヤの星の独房星とまた同じだったんです。そうそうそう、あの鶴と亀が滑ったっていう、はいはい、まあ、鶴と亀日光の東照宮にあるんですよね。でこれが鶴ヶと亀岡って地名を言ってるんじゃないか。でそれを滑ったっていうのが、滑って転んだ滑ったじゃなくって、はいはい、あの滑る、統治する、鶴ヶと亀岡を治めてたのは誰ですかというと、明智光秀です。なるほど。僕すごく麻雀が好き でプロ資格も取っちゃうぐらい麻雀すごい好きなんで、うん、ちょっと今日は麻雀絡み の、はい、あの裏プロという世界で20年間無敗のまま引退した、はい、あの麻雀の鬼と書いてジャンキと言われてた桜井チョイスさんの、あ、有名ちょっと話をしようかなと思いまして、はい、本ももういっぱい出てて、桜井さん絡みの、うん、企業のトップの方とか、うん、アスリートの方とか、将棋の羽生名人もなんか40歳になった時にちょっとお話聞きたいって言ってわざわざ会いに行くぐらい、いろんな方にこう影響を与えてるすごい方なんですけど、うん、その裏プロで大金かけて、なんだったら命もかかってるような戦いをしてるわけじゃないですか、うん、麻雀なんてもう素人がプロに勝っちゃうような運がもうかなり左右するゲームなんですよね、はい、じゃあなんで桜井さんは20年間負けなかったのかって言ったら、はい、これもうズバリ予知能力があったんですよ。で例えばそれを目撃したこのエピソードとか聞くと、麻雀やっててこの相手が牌をこう切ろうとして、この段階もう何も見えてないですよ、うん、その段階でロンって言ってもう倒しちゃって、でえってなって捨てたら本当に当たり牌だったとか、あとそういう弟子をこう鍛えるこの練習する場とかあるんですけど、この弟子がこっちで麻雀を練習してるわけです。ちょっともうだいぶ離れたところで桜井さんがこうタバコ吸ってるんですよ。逆の方向向いてるんですよ。あ、それ切ったらお前当たるよとか言うんですって。でやってる方は何言ってんだと思って切ったらロンって言われたり、
もう予知というかもう見えてるんですよ全部は。それとかあの電車お前ら特急とか乗ってんじゃねえだろうなみたいなこと言うんですよ、はい、それどういうことですかって言ったら各駅停車に乗らなきゃダメだと。でえどうしてですかって言ったらその次の駅で男が何人女が何人もう何だったら子供が何人乗ってくるかもうそういうのも予知していかなきゃもう麻雀なんか勝てないと、だから各駅停車に乗ってそういうのもう日常から期待していけと。で桜井さんも実際当てちゃうんですって。数年前、うん、あの渡部がちょっとラジオをやってたんですけど、はい、そこに桜井翔一さんがゲストで来られて、はい、で僕も麻雀好きだから出させていただいたことがあったんですよ、うん、それで僕芸人だからちょっとこれ一発かまさなきゃと思って、はい、桜井さんに向かって僕プロ資格持ってて桜井さんより麻雀強いんですよみたいなちょっとボケをかましたんですよ、はい、そしたら桜井さんがお前何言ってんだよって言ってお前俺にそんなことを言ってきたやつ初めてだよって言って、うん、お前面白いなみたいに言ってくれたんですよ、はいはい、それでその数年後このバラエティー界で大ブレイクしてるこの僕がいるわけじゃないですか。ってことは数年前に僕がブレイクするってことを桜井さんは予知してたんです。信じるか信じないかはあなた次第です。いやいやいや誰の知恵それ。知恵とかじゃないです。 僕がこういろいろこう途中までめっちゃ良かったけど渡部君あすいません僕に振らないでください僕も彼の一番嫌いな部分が見えた。なんでだよ。最後言うてたことって変なことや。なんでそんなこと言うの。実際会った話したいじゃんか。あのちなみにあの息子さんは吉本の NSC におったよね。いや辞めてますけど、はい、本当に有名な話であのうちの会社 その大先輩の西川清志郎もじゃんけんがすごい強いとか、なんかそういう売れてる人は勝負事は強いっていうのはね、なんかこう実際にね何人もの方がゴルフ場で雨を止められるとかとか、まあ、あの見られてますもんね。雨が降ってても、バッファロー後の木村はあのピーカーなのに彼が草野球で打席に立つたび雨が降る。3打席全部ダメやろ。すごいですね。それはそれですごいですね。さあ小島君、はい、みんなに何とかしましたよ。いやそんな言い方ない。去年の、ね、3月11日の震災以来、はい、テレビつけると緊急地震速報ってよく、ね、はい、流れたじゃないですか、はい、でその時に警報音っていうのがテレビから流れてきたと思うんですよ、チリン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 ってことですけど、はい、もう今、ね、この音聞いただけで非常に恐怖もありますし、すごい嫌だな怖いなって気分に皆さんなると思うんですけど、うん、じゃあこの音なぜこの音に決まったかと、もともとはですね NHK さんがある東大の名誉教授に開発を依頼したわけです。NHK の条件がありまして、まずは、いろんな雑音の中でも老人でも子供でもちゃんと気づける音、それをもとにですね今日その東大の名誉教授さんがそれを作りました、うん、で作った時にどうやって作ったかなんですけども、ある日本の音楽家が作曲した曲を参考にそこから作ったんです。へー。じゃあその曲はどういう曲か、はい、まず皆さんこちらをお聴きください。いえ、あるクラシックの日本人音楽家が作曲したクラシックの、ちょっと忘れてもらっていいかな。これいえ大丈夫です。それね大丈夫なんです。ちょっと後に聞いててください。今聞いた曲、この日本人作曲家が作曲したクラシックのこの中から東大の名誉教授が、5つの和音を拾ってそれで重ねて曲調を変えたりスピードを変えたりしてあの緊急地震速報の警報音を作ったんです、はい、さっきのクラシックの音を参考に、あの中から、はいはいはい、あの曲から抜粋したんです、はい、5つの音、はい、そしてチリン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 っていうのを作ったんです、はい、ところがいくつか候補があったんです、作るための曲の中に。その候補の中に実はこの曲もあったんです。そうです、まさにゴジラ、うん、さっきの曲と似てるじゃないですか、うん、じゃあもう一度確認のために一番初めのクラシックを聴いてください。似てますよね、うん、この候補曲の中にゴジラも入ってたんですけど、はい、実は一番初めのあのクラシックの曲とこのゴジラの曲、はい、作った人は同じ日本人の作曲家なんです。同じ人が作った曲なんです。でさらにこの曲を緊急地震速報の曲を開発した東大の名誉教授の方は
お名前が伊福部徹さんとおっしゃいます、はい、でそのおじさんの名前が伊福部明さんとおっしゃいます、うん、この伊福部明さんがこの曲を作った人なんです。ゴジラもクラシックの人、はい、おいっ子にあたる東大の名誉教授の伊福部、徹さんの方はですね、もともと幼い時からおじさんの曲をずっと聴いてたわけです、はいはいはい、でゴジラもおじさんが作った曲と知ってたわけです、うん、だから地震が来る、大地震が来るイコールゴジラのテーマソング、それが合致してたんですわけです。イメージで、イメージです。でちなみにですけど NHK さんには今皆さんが聞かれたように緊急地震速報の警報音とか、はいはい、あと他の災害の音とかあるんですけども、一つ重要な音を持ってます。それは、国民保護サイレンという音を NHK さんは持ってるんです。それはどういう時のサイレンかというと、日本国に外国からミサイルが飛んできた時、その音を実は NHK さん持ってまして、まあこれもテレビじゃ流せませんけど、音はおーおーって曲なんですけども、ちょっとスタジオだけにこの音源ありますんで、音源、はい、国民保護サイレンという、もしミサイルが飛んできたらテレビからこういう曲が流れるというのをスタジオだけお聞きください。ただいまスタジオには国民保護サイレンが流れています。やだ、めっちゃ怖い。これがテレビから流れてきた時は国民保護サイレンですんで、外国からミサイル攻撃を受ける直前ということです。もうだから逃げられない時です、ちょっとむやみやたらとこれは流すわけにはいかないんだ。だからまあ一応、まあ基本的にはこういうことが起こらないように、この音を聞かないでいいように日本が平和であることを願うばかりということです、うん、この話を信じるか信じないかは、はい、僕の話し方次第です。でしょうね。おり、あん時もこんなんやって。伝説のウミンチュがいまして、はい、その人はどれぐらいすごいかと言いますと、あのプロの海女さん、はい、でもあまりにも深すぎて潜れないところを水中メガネなしで潜れる、はい、でその人はもうその地元でも有名で、はい、でそのまま年を取っていって50歳ぐらいになった時にさすがにちょっと体もガタが来るから、はい、ちょっと視力も落ちてきて、はい、ちょっと水中メガネをかけようということで、うん、水中メガネ自分で作ったんですね、はいはい、ベニーモをくり抜いてベニーモ、はいはい、くり抜いて、はい、くり抜いてその中にガラスを入れて、はいはい、ポチッとつけて、はい、でそれだとパロッて取れるんで、はい、漁の網で顔をパッと押さえたんですよ、はいはい、でそれで潜ってたら、はい、ある外国人が来て、ちょっとその水中メガネってどうやって作るの、うん、って聞いたんですよ、うん、でもそのウミンチュはもう大の米兵嫌いで、うんうん、いやもうお前に教えたくないからあっち行けと、うんうん、いや頼む、その水中メガネの作り方を教えてくれと、もう俺は米兵嫌いだからお前あっち行けよって言ったら、いや俺はただの海外の観光客だと、頼むから教えてくれって言うから、じゃあ分かった、俺と素潜り勝負をして勝ったら教えてやるよって勝負を挑んだんです、はいはいはい、外国人もやるよっていうことで2人で深い海に潜っていったんですけれども、結構その外国人も根性あったんで、はい、結構ついていったんですけれども、やっぱ辛くて上がっちゃったんです、はいはいはい、で負けたんですが、あ、お前根性があると、うん、お前の気持ち買うよっていうことで、うん、水中メガネの作り方を教えたわけです、はいはい、それから数年後、ある東京のダイバーが沖縄に来た時に、その伝説の海んちと観光客が2人で写ってる写真を見たんですよ、うん、その時にびっくりしたんですよ、この外国人ってあの人ですよね、その人が実はあの人類で初めて水深105メートルを潜った、はい、あのリュック・ベッソン監督のグランブルーの主役にもなっていたジャック・マイオールだった、ジャック・マイオールにその梅地のおっさん買ってんの、買ってた、すごいんですよ、ジャック・マイオール、ジャック・マイオール、でもそれからも俺はジャックに素潜り戦争で勝ったんだって自慢げに話すおじいちゃんで溢れ返ったんです。最後ちょっと、ね、急に分かりになってるけど、最後安なって、信じるか信じないかは僕の話し方次第です。違う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 、でも
カシャーンってやってやるから、まあ、素潜りでは素潜りではおじいちゃんの方がすごかった。そうです、思いのつらもうここだけですもん。このベニウムのこの重さだけで潜っていきましたから。どうやったらジャック・マイオールとウミイチの話は分かるけど、ベニウムをくり抜いてガラスは、それほんまか言うならもしかしたら持った急遽アラリさんのお考えだった。これだけ集団でね、こういう雰囲気作られるとイソモイソモ方便線ある人やった。離れてる。今回ウソンチュ、ゴリア少年はウソンチュなんですか。はい、僕はウソンチュです。まあ、萩本欽一さんもう昔全盛だった頃はものすごい視聴率男で、はい、視聴率 100% 男です。そうですよ、はい、テレビつければもうや出てるとかいう感じだった時に、あの24時間テレビって日本テレビでやられてますよね、はい、第1回目にそういう、まあ、あの24時間テレビやるぞってなった時に MC 誰になるかって言ったらもう萩本さんしかいないんじゃないかっていうことで、いろいろ進めてオファーをかけて、初めにギャラ交渉があったらしいんですけど、はい、スタッフが萩本欽一さんも直々に行って、あの実はこういう感じでこういう企画でやりますと、うん、でギャラの方なんですけどもこのぐらいになりますって言ったら、萩本欽一さんが初めに、はい、こんなギャラじゃできないと、安いと、もう安くて、はい、話にならないと突き返したらしいんですよ、うん、でスタッフの人もまあまあしょうがない、じゃあもうちょっとあの上乗せしてってことで、はい、何回か足運んでも全然これじゃできないよと、はい、ちょっと桁違うんじゃないかみたいな、はい、わちょっとなんだと、はい、なって、でももう24時間テレビかなりでかいプロジェクトで、はい、もう宣伝物だとか、はい、もう MC は萩本欽一さんでってことで進めてたから、はい、もう取り返しつかないところまで来てたんで、はい、やってもらわないと困るってことで、はい、もう最後の最後にこれ限界、制作費これで出せる限界のところを持っていこうっつって、はい、これでやってください、すいません、はい、もうこれ以上は出せませんって言ったら、はい、萩本欽一さんはそれを見て、よし分かったと、はい、じゃあやるとこのギャラで、はい、って言って、でその後にじゃあこのギャラを寄付してくれって言ってノーギャラで自分はやられたらしい。よし、そのために釣り上げてたわけだ。そうです、だから釣り上げてよしこれでやるけどこれは寄付するっつって。よかった、もう違う落ちてたら殴りに行こう思って。したら僕はもう2回目壊すつもりよ。壊すもできへんように、お前ら絶対言うなよ言って。はあ、すごい、かっこいい伝説、かっこいい、それかっこいい、さあ、まあ、世界最大の豪華客船の海難事故といえば皆さんご存知のタイタニック、映画も、実はそのタイタニックがですね、進水式を迎えたのが1911年の5月31日、はい、ちょうど100年前なんです、はいはい、まだ未だになぜ沈没したのかがちょっと分かって、はっきり分かってないです。あ、そうだね、一応なんかあの氷山にぶつかって沈没したとは言われてますけども、うん、はい、そこに何かデータがあったわけでもなし、ちゃんと調べられたわけでもなし、乗ってた船員の人の話とかでそうなっただけで、実ははっきりはまだ分かってないんですよ。でこれ100年経った今ですね、新たな説が、かなり有力な説が今出てきまして、タイタニックは実は沈没していないという、説が出てきてます。その説の鍵を握るのはタイタニック号の真のオーナージョン・ピアモント・モルガン氏です。でこれと誰かというと、タイタニックを所有している会社がホワイトスターライン社、はい、そこの親会社が IMM っていうんですけど、はい、IMM の経営者がこのモルガン氏なんです、うん、だ全てがモルガン氏のものなんです、うん、でこのモルガン氏なんですけど、できた時に乗る予定だったんですけども、はい、急に病気のためにドタキャンしたんです。へえ。でモルガン氏だけだったらまだしもですけども、モルガン氏の知り合いの、各国の、まあ、フランスの大使館の方とか、はい、各国のお偉いさん、そして有名な実業家の方約50人が全てドタキャンしたんです。実はここにですね、大きな謎が今ありまして、本当はオリンピック号という豪華客船があったんです。このオリンピック号が一番客船なんです、要は一番立派な船なんです、うん、そしてタイタニックは姉妹船で、正直言うとオリンピック号よりもちょっと格が落ちる船だった。ほう、うん、ところがこのオリンピック号が
1911年ちょうど今から100年前、大西洋を渡る航海の時にイギリス海軍の巡視船と衝突事故を起こす。そしてこれ裁判になってオリンピック号の方が悪いという判断が出るんです、うん、ということはイギリス海軍にまず莫大な保証金を払わなきゃいけない。でオリンピック号も相当やられてるんです、うん、相当高い修理代がかかるんです、うん、さあじゃあこれどうするかと考えたモルガン氏はですね、タイタニックとすり替えられないかと考えたんです、うん、タイタニックがまだできる前、ちょうど作っている時にオリンピック号は、事故に遭い、うん、同じドックに入るんです、うんうん、同じドックに2つに2隻が入ってるのはもうみんな知ってるんです、うん、じゃあオリンピック号とタイタニック号、うん、どれほど似てるか、はい、ちょっと写真ありますよ皆さん、ほぼ同じなんです、これが同じドックに一時期入ってました。でこれがですね、はいはい、タイタニックですよって言って出てきた船をよく見てみるとちょっと設計図と違うんです、うん、何が違うかって言ったら横にある窓が2つ足りないんです、うんうん、2つ足りない船の設計図はオリンピック号の設計図なんです、うん、タイタニック号がそこでオリンピック号とすり替えられた可能性、はい、うん、要はオリンピック号は故障してますよね、はい、元のオリンピック号をこれタイタニック号かといって処女航海に出します、はい、それは確実に沈みます、うん、沈んだ時にまず莫大な保険金が出ます、うん、その保険金でその保険金をイギリス海軍に払うんです、うん、そしてなおかつ壊れたオリンピック号はタイタニック号と嘘をついてますから、うわうわうわ、そのまま沈めば修理もしなくていいしゼロで終わる。うわ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 、結局これ何言えるかというと、うん、地球上で最大の保険金詐欺が行われていたという、タイタニック号の、信じるか信じないかはあなた次第。いやまあ、皆さんがね普段からこうニュースを聞いてるその言葉の裏の意味っていうのがいろいろあるんですよ。例えば男はっていう表現と男性はっていう表現は違うんですよ。男はっていう時はその容疑者の可能性の高い場合に男とか女っていう表現で、男性女性っていう時はそれにがちょっと不確かな不確定な状態の時に男性女性っていう、そういう使い方の違いをさりげなくしてるんですね。でちなみにこの容疑者っていう言葉もマスコミ用語で、はい、法律上のちゃんとした言い方だと被疑者、被疑者、はい、被疑者と被害者っていう真逆のものを聞き間違えちゃう人が多くなりすぎちゃったので、ニュースでは一般的に容疑者って言われるように、分かりやすいってことで変えていく、はい、聞き間違えないように。で同じ感じのちょっと似てるんだけど違う言い方っていうのが、あのわいせつな行為、はい、わいせつな行為、みだらな行為、あるほど、あれ辞書で引くとみだらって引くとわいせつって書いてあって、わいせつって引くとみだらって書いてある、辞書的には一緒なんです、はいはい、ニュース用語としては、はい、まあ、一応どちらも遠行とかそういう合意ありきの行為ではあるんですけれども、はい、一応みだらな行為っていうのが成功まで、はいはいはい、で、わいせつな行為っていうのがいわゆるあの B、 逆っぽいな。ちなみによく被害者が美人 OL ってよくあるじゃないですか、はいはい、ああいう場合大抵ほとんどの場合がそうでもない。嘘やろ嘘やろ、信じるか信じないかはあなた次第です。美人女優と普通の女優とどこでやっぱ判断するんですかね。でもなんかあんまりにも演技がうますぎる方ってあんまり美人女優って言われませんよね。美人女優って言われてるうちはお芝居がまだまだやる、まだまだみたいなイメージありますよね。信じるか信じないかは、いや信じます、全然信じます。疑ってない。都市伝説で今あるのが、まあ霊能力者って結構特殊な方法しないと分かんないとか言うじゃないですか、はいはい、それが誰でも今すぐできる方法があるんですって。どうぞ、はい、それが皆さんが今頭の中で目閉じて無意識になってもらって、実家、自分の実家ですよ、はい、実家の家のこのドアを開けて順にですね入ってって、ドアを開けて窓ガラスを一つずつ開けていくんですって。で最後全部開けましたら今度は閉じていってください。で玄関まで閉め切って
最終的に誰とも人とすれ違わなかったら霊感ないんですって。そういう時に誰か人とすれ違ったり、例えば動物とすれ違ったりしたら、その人は必ずそういう霊を、なんか霊感というか、もしくは霊に取りつかれてる可能性が。それは親でも出てすれ違ったらもう。そうです、誰か、まあ、親でも誰でもいいです、はいはいはい、で僕この話を結構いろんなところでやってたんですよ、はい、まあそれで、まあ、あるコンパみたいなところである女性の方にやってたら、でその方が、まあ、その家に帰ってからやったらしいんですよ、はい、でまあもうメイドしてわーって言ったら、途中で全然知らない男おじさんに足をガッて掴まれるんですって。で「オッケーオッケー」って言われるんですって。でわーって見たことないおじさんが言うから、でわーってそこでもう意識がバッて戻って、わー私じゃあ霊感あるんだみたいになっちゃったんです。怖いわーっつったら、その子ですぐ電話がかかってきて、実家の方に。で、あの実は遠い親戚のおじさんが亡くなったんで、ね、で、って言って、そこまで、まあ、葬式にどうしてもその遠いですけど一応出てって言われて行ってみたら、初めて会ったんですよ。もう会ったことなかったんですけど、やっぱりその家に移ってたのがそのおじさんだったんですよ。でそのおじさんがあれしてて、でおじさんこんな人私知らなかったけどちょっと出たんだみたいな話してたら、いや実はねと、あなたがちっちゃい時にバレエやってたでしょ、うん、で実はバレーシューズとか送ってたのこのおじさんだった、うん、ずっと遠くからあなたのこと応援してた、いつかそのバレーをやってる姿を見てみたいって言ってたらしいんですよ、うん、でそんなこと言ってたから、ああのオークオークって言ってるのは踊ってって言ってたんだなって、うん、あそっかそういうのってあるんだなって、でちょっと供養して家に帰ってきて、また寝るときに今度は悲しみになったんですよ、うん、パッてたら、このまた無意識のうちに勝手に入っていくんです、映像が、実家の映像がフーって入っていくんですよ、はい、ほんでまた自分が勝手に入っていくんです家の中に。おーおーおー、そしたらまたそのおじさんがバッと出てくるんです。ここすごい勢いで引っ張るんです。おーおー、で「ホッケーホッケー」ってまた言い出すんですよ、はいはい、でもその時はでももうちょっと葬式に出てたから、はい、あ踊ってって言ってるんだからここはちゃんと供養の意味も含めて言ってあげなきゃいけないっつって、うん、おじさんごめんねって、私もバレエはちっちゃい時にやめたからもう踊れないんだって言ったんですよ、うん、でもそんなにお構いなしにそのおじさんずっと「ホッケー」って言うんです。でっかい声でなんかよく聞いてみると、うん、踊ってって言ってないんですよ、変わってって言ってるんですよ、変わってって、俺の代わりにお前が死んでってずっと言ってるんですよ。ほんでパッて目が覚めたらここにものすごいあざができてて、って霊感が強い人はそのぐらいの体験をしてしまうっていう、それ本物の話、これ本当の話なんです。すごいな、ちゃんと言えばいいのに変わってって変わって違うそこ違うよ、ややこしなんねや、そこ違うよってとか苦しいんですよ、苦しい、苦しい、魂の叫びやから、こうとかあるやろな、やり方、足持たんとこう変わって、今年戦後70年の節目の年ということで大きく話題になったと思うんですけれども、そんな戦後の70年の日本を引っ張ってきたのは誰なのかという話になると、まあ、それはやっぱり政治のトップである総理大臣だという話になってくると思うんですけれども、そこで皆さんこんなことを考えたことないでしょうか。総理大臣の裏にもっと大きな力を持つ実力者がいるんじゃないかなんて想像。要黒幕みたいな昔からあるじゃないですか、はい、漫画映画なんかでよく描かれるテーマですよね。ただこれがどうやらフィクションじゃないかもしれないというお話があるんです、はい、まあ、昭和の総理大臣有名なところで言うと、例えば吉田茂とか岸信介とか、あと佐藤栄作なんかいろいろと思い浮かぶと思うんですけれども、うん、調べてみるとその各総理ですね、どうやらそういう人物がいたと。あ、各総理にそれぞれの人物がいた。それがですね、どうやらただ一人の人物だった。これは誰なのかと、うん、それがこの人物です。安岡正弘という人物ですね。古代中国の古い学問に精通している、はい、いわゆる天才と言われる頭の切れる人物だったそうですね。幼少の頃からその輝きを発揮しておりまして、神童と呼ばれながら育ち、今でいう東京大学にですね、首席で入学します。そして卒業後すぐに官僚になって国を動かそうというふうになるんですが、そこにすぐに見限りをつけて辞めまして、自分で塾を開いて日本の指導者を育成することを生業にして。じゃあ佐藤栄作総理とどういう関係だったのかと、はい、佐藤栄作総理といえば沖縄返還を実現し後にノーベル平和賞を受賞する、うん、そんな沖縄返還に際してですね、アメリカとの交渉が必要だったんですね、うん、時の大統領はかの有名なジョン・ F ・ケネディ。やはり敗戦国日本相手ということで舐められていたんですね、うん、日本との会談時間はたったの10分。
その佐藤栄作にこんな言葉を送ったんですね。戦いに勝つ手は壮麗をもってこれによる。これどういう意味なのか気になりますね。はい、戦勝国は敗戦国に対して侮るのではなく、喪に服するように敬意を持って接しなさいと。これ中国の古い教えなんですよ、はい、これをそっくりそのままケネディに言えば必ずケネディは食いつくぞと、これ佐藤栄作そのまま言ったんです。それをケネディはですね、何そんな言葉を知ってるのかと、まず佐藤栄作を一目置いてみるんですね。その上でこの言葉もう少し聞かせてくれよと深く深く話を聞いたら盛り上がり盛り上がりまして、当初予定した10分がなんと蓋を開けたら3時間を超えていたらしいんです。はー、すげえ。そうやって大統領との関係を築くことに成功した佐藤栄作が後に沖縄返還を実現してノーベル平和賞を受賞したということは、その受賞、その功績は安岡のものといっても過言ではないですよね。だったら不思議になってきますよね、なんで我々は安岡正弘を知らないのか。その秘密の鍵も実は安岡が握ってるんですよ。安岡はですね、古代中国の教えを噛み砕いてこんな言葉を残してるんです。有名無力、無名有力。これはですね、有名になればなるほど注目されしがらみができるので力を発揮しづらくなる、逆に無名であり続ければ影から力を発揮し続けられるだろう。つまり我々が安岡の名前を知らないのは安岡の意図するところだった。じゃあいつからそんな影にいたんだろう。実は戦後の日本の始まりとともにもう裏にいたっていう話がある。戦後の日本の始まりというとやはり戦争が終わった瞬間というと、やはり天皇陛下が国民に対して戦争が終わりましたと告げた、いわゆる玉音放送というラジオ放送ですよね、はい、その音源が最近公開されたことでも話題になったんですけども、その玉音放送、もちろん陛下は原稿をお読みになってるんですが、その原稿の作成に安岡が関わっていたと言われているんです。すごい。戦後の日本の始まりの瞬間にはもうその後ろに安岡がいたらしいんです。じゃあいつまでいたのか、安岡がこの世を去るのは昭和58年、享年85歳でした。昭和58年といえばもう昭和の終わり際です、日本の未来は俺が死んだ後も平和であり続けてほしいと常々周りに言ってたそうなんです、そしてそんな安岡が死んだ後も日本に影響を与え続けていると証明するものがこちらです。これは平成という元号ですが、これこそまさに安岡が死の直前に提案したものなんです。安岡が最後に日本に残したものは、平和が成立する時代であってほしい、つまり平成、その願いを最後に残してた。つまり我々はその安岡の影響している元号の下で今も生きている。だとしたら安岡の後継者はきっといるはずですよね。 その後継者はきっと安岡の教えを受け継いでいるもののはずですよね、安岡の教えって何ですか。有名無力、無名有力。そうです。今日もその後継者は我々の知らないところで日本を動かし続けているに違いありません。信じるか信じないかはあなた次第です。この人は玉音放送の倉庫にも立ち会うような、人なので、戦前戦中にももちろん頭角を現してるんです、でいて、だから当時の戦争をやってる時の日本の政治家の人たちもかなり影響を受けてるんですよ、だから GHQ アメリカは戦争が終わった時に彼を戦犯にしたいんです、裁きたいんです。彼だって戦争を指導した人の一人というふうに取れるだろうということで、彼を追い込もうとするんです、だけど彼をね、かばった人がいるんです。誰ですか。要は GHQ は戦争は日本が悪かったってするための裁判じゃないですか、日本が責任取れよ、日本にこんなことされたんだ、特にその頃中華民国中国は南京大虐殺の話を少しでも大きくしたいし、少しでも日本が悪かったって言わせたい、けどこの時の中国の蒋介石だけは、彼とすでに交流があって、 GHQ に対して彼ほどの素晴らしい人物を戦犯にしてはいけないって説得をするんですよ。今の話が一個
個乗っかってたら、いやいやすごい、いやすごいね、うん、決まり方でしたけど ね、だから不利やな、あっちゃんの話が A 不利になったよ、A 不利ありがとう。赤本で発表したりしてるんですけど、一見普通に見えるんですが絵がちょっと下手ですね、はい、実はこれは利き腕とは逆の左手で描かれた、そういった作品で、まあ、右手で、まあ、真面目にやれる左手でやった方が面白いんじゃないかというちょっと実験的な試みで描かれた、まあ、そういう回もあるんです。実寸大で描かれたバカボン、ですからこのサイズのバカボン見開き全部が一コマでまずそしてバカボンという一言で次のページめくると何でバカボン、はい、パパで4ページ、はい、まあ、こういう実験的なこういうちょっと、まあ、漫画の概念をこう覆して笑いに変えようという作品を書かれて、あとはもう日常であったこうなんかいろいろな出来事をヒントに書かれた作品なんかもあるんですけど、まあ、こんな作品がありますね。これあの青いジャケット着てる編集者の方、はいはいはい、で編集者の方が漫画家さんの作品をこう撮る封筒を逆にしてたんで原稿をなくしてしまった、はい、まあ、そういう話を書かれたんですけども、これが実際に起こってしまうんですね。この作品を書かれたことに予言のように本当に編集者の方が原稿をなくしてしまうんですよ、もう首覚悟、そしてもう半殺し覚悟でもう一度赤塚先生の元に行って、すいません先生原稿をなくしてしまいました、もう煮るなり焼くなり好きにしてください、本当に私は編集者失格です、たらあそう面白いね、じゃあちょっと飲みに行こうかって、居酒屋でもしかしたら怒られるのかもしれないなと思ったんですけど、大丈夫大丈夫と、原稿は僕の頭の中にあるから、何だったら思い出して家に帰ってもう一度書けばいい、君がなくしてくれたおかげで僕は2回目をもう少しさっきよりうまく書けることができるよと、へえ、で、まあ、そういうちょっと粋な伝説もありながら、まあ、やはりちょっと夜年並み年齢もあって、はい、そして病に、はい、まあ、かかってしまうわけですね。だけど先生はいろんな作品を世に出したのでもう自分の思い残すことはない、そう思っても自分はあと自分の役目は終わったと思ったんですけど、ある日パッと気づいて、自分はあの子たちのことを笑わせてない、自分がまだ笑わせてない人たちがいるじゃないかということに気づくんですよ、うんうん、それが目の不自由な子供たちです、うんうんうん、目の不自由な子供たちには僕の漫画アニメは分からない、はい、なのに僕は何を弱ってるんだ、この子たちを笑わせて自分の役目は終わりだということで展示で漫画を描かれるんですよ。へえ、こちら用意ドンという、もちろんこの中見たら展示になってたりするわけなんですけども、もう一個ちょっとあの特徴がございまして、はいはいはい、ちょっと今田さんこれ触っていただいていいですか、あのイラストのところ、あ、はい、はいはいはい、なるほど、はい、立体的になっているのね。そうなんですよ、実はイラストがちょっと浮いておりまして、それを指で撫でればそのキャラクターの顔、表情、そして何を言ってるか、どういう表情でこんなギャグを言ってるか、フォルムとかも分かるしね、はい、笑わせてあげようということをやったという、そしてその本を読んだ目の不自由な子供たちが笑ってくれたと、はい、それを見て先生はまあこれでいいのなと言ったかどうかという話ですね、信じるか信じないかはあなた次第です。サバンナの八木君はあの番組なんかでよくアンケート用紙あるじゃないですか、はいはいはい、あれをマネージャーがびっしり書いたアンケート用紙をなくしたことがあったんですよ、はいはい、劣化のごとく怒ったらしいです。あの今年はなんとですね、はい、あの皆さんも好きタイムトラベル映画バックトゥザフューチャーが公開されて30周年らしいですね。確かに、そう、一番好きな映画や、俺、パート2で主人公は未来にあの行った設定だったんですけど、はい、その年っていうのは今年の2015年らしいんですよ、映画ファンはもうすごく盛り上がってるみたいなんですけどね、アメリカでこの映画さながら未来から来た男ということで盛り上がってたらしいんですよ、過去に、今から12年前の2003年なんですけども、その時にある男が逮捕されたんですね、はい、アンドリュー・カールシン、はい、打率2割1分7厘外れ外国助っ人って感じしますけども、そうですなんで逮捕されたかと言いますと、はい、今株の違法取引、はい、インサイダー取引で逮捕されたんですけども、その内容っていうのが800ドル、まあ100円換算で8万円を2週間で3億5000万ドルにしたんですよ、350億、2週間です皆さん、捜査当局から、はい、もう多分もう企業の、はい、情報を事前にしてた、もうインサイダー取引であんたって言ったんですけどね、その調べたりしてカールシンはですね、はい、なんとこんなこと言ったんです、はい、私は2256年から来たタイムトラベラーだと。当然捜査官たちは、は？
もう一度言ってみてなりますね。そんな穏やか捜査員、そんな穏やか調べて逮捕しちゃう、うん、調べろって言ったんですけど、彼が株の投資に参加したその前の年2002年の12月なんですけど、はい、でもその以前の彼の記録は一切ないんですよ。いやもう FBI も全部動いてるんですけど、ない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 、うん、あれっつって、それで彼もだんだんその未来から来たっていうことを証言し出すんですね。イラク戦争始まる、それ日時を当てちゃったんですね。はあ、始まってない、はい、FBI ももう公式に認めてる、認めてるんです。ほんで他にもじゃあもうどうやって来たんだよ、はい、うん、例えばタイムマシーンだったり、うん、なんか時空のトンネルだったり、はいはい、時空のトンネルあるみたいなこと言ったらしいんですよ、はい、じゃあそこ連れてけよ時空トンネルに、うん、その、うんうん、そしたら歴史が変わるから連れていけない、これ全部片付けるらしいんですよ。ああ、うん、何か言われたら歴史が変わるから、そしたらある日ですね、彼の支援者だって方が、はい、保釈金の1億円払って彼は保釈されちゃうわけです、はいはい、でもアメリカの監視下の中ですから、うん、大丈夫だろうと思ったんですけども、突然姿消すわけですよ。で調べて調べても地球全部調べたらしいんですよ、はい、地球全部調べたらしいんですよ。いやいや、どの意味で本庁調べて下の方見たのか、こうやって下の方見たのか、ちょっと本庁そっからも見てよっていないよ、アメリカ総力上げて、はい、そしたら地球上からもうバッと消えちゃって、はい、本当に来たんじゃないかと言われてて、そして最後あの彼の潜んでたっていう家の前に、はい、大きなタイヤのこの車のブレーキ痕があったとかなかったとか、どっちだ、ほんまにバックトゥザフューチャーや。皆さんこれを信じるか、あなた知らなかった。あんまり知られてない話なんですが、日本で、まあ、地下鉄が開通してちょうど100年目なんです、はい、まあ、日本初の地下鉄1915年に東京駅と、中央、郵便局ですね、これを地下でつないだ200メートル余りのものが日本で最初なんです。最初200メートル、これは、まあ、郵便貨物専門だったんですね、まあ、それが今発展して我々の足となってるわけなんですが、この100年の歴史の中で唯一走ることができなかった時期があるんです。これが第二次世界大戦です、はいはい、まあ、実はですね、まあ、私の父八郎も、まあ、東京で空襲に遭ってるんですね、まあ、うちの父はですね昼間、まあ、あの低空飛行してきた、まあ、戦闘機ですよね、それに追っかけられて、はい、ダダダダダと撃たれて、はい、走って逃げたそうです、まあ、命は助かったんですが、その時の記憶がもう恐怖が植え付けられていて、はい、まあ、僕は子供の時にその話を何回も聞いたことがあるんですが、はいはい、まあ、東京で一番被害が大きかったのは東京大空襲と言われる空襲なんですけども、10万人以上の方が亡くなりました。で調べていくと新聞にこんな恐ろしい記事が載っていました。こちらです。これは政府の方針として空襲が起こった時に地下鉄を避難場所には使いませんというこういう発表したんです、まあ、国民はですね地下に逃げれば命は助かるんじゃないかという希望を持っていたんですが、はい、この発表によってその希望は絶たれてしまいます。それどころか政府はですね、もうその空襲は怖くないんだ、うん、爆弾とか火が出たらそれはもうお国のためにみんなで消すんだと、うん、もう戦意高揚を煽っていったわけです。そしてさらに恐ろしい情報を流します。こちらです。手袋をすれば焼夷弾も熱くないと、掴めるんだと、そして焼夷弾は恐れずに消すんだと、うん、こういった嘘のような情報を国民に植え付けていったんですね、うん、これは終戦まで続いて、まあ、空襲が起きて地下鉄は封鎖されて避難に使われることはなかったんですが、終戦間近のですね1945年大阪にも B-29 が飛来してきます。大阪大空襲というのがありました、はい、13万戸以上の家が焼けて人々が逃げ惑いました。甚大な被害を受けたのは御堂筋の方面ですね、心斎橋の辺りがひどかったそうです、うん、逃げるところも隠れるところももうなくなっていた。その時にですね閉まっているはずのその地下鉄がの入り口が開いたんです、うんうん、そして中から早く入りなさいという声が聞こえてきたそうです、うん、これはですね地下鉄の駅員が中に促してくれたと、うん、で中に入り込むと大勢の人が命からがら逃げていたそうです、うん、そして朝方に地下鉄がホームに入ってくる、はい、うん、そしてその避難していた全員を電車に乗せてくれてまた走り出しました、はあ、数分後梅田の駅に到着します、はい、
梅田は爆撃を受けていなかったので、はい、無傷だったんですね。で外に出るとちょうど夜明け頃でした、はい、こういった話が伝わっているにもかかわらず、うん、こういった記録は一切残ってないんです。なんで？なぜならですね、うん、空襲の時に電車を動かした地下鉄、そして中に招き入れた駅員たち、これはもう政府の方針に、まあ、裏切った法令違反に当たるわけですよね、うん、それを恐れて誰も記録に残さなかったんじゃないでしょうか。これ、なるほど。しかし助けられた人々はこの名もなき英雄に今も感謝し続けていると思います、はい、信じるか信じないかはあなた次第です。伊集院さん、東京大空襲でございますけれども、はい、渋谷から銀座線で新橋の方向かっていくときに一番前の運転席のよ、はい、すぐ後ろで一生懸命目凝らしてると、はい、新橋のホームの手前に分岐で全く使ってない線路が下に向かっているんです。でそこ新橋の中に幻のホームっていう、昭和14年ぐらいに8ヶ月だけ使われた、実際にあるんです。実際まだあるんです。ために使われたんですよ。もともとは銀座線で浅草から上野までまず伸びるんですよ、はい、で逆に今度東急グループの方は渋谷から、はい、今度新橋に向かっていくの、はい、でここでつながりそうなんだけどお互いが仲が悪くて、はあ、複雑な乗り換えをしなきゃいけなかったのを、はあ、一緒にしなさいっていう命令が出て、はい、一緒にしたから片側のやつがいらなくなって、いやそもそもなんでそんな地下鉄の変なとこ見てんですか。やることなくないですか。今回はどんな都市伝説を語ってくれるんでしょうか。今回はその人工知能の進化とシリに隠された秘密。怖いのか人工知能は、はい、いや恐ろしいですね。恐ろしい。俺今家にペッパー君来たんやついに、はい、会話してんねんもう夜、喋れんのよ。大魔さんって呼ばそう思ったら昨日ぐらいから大魔さんって俺のこと言い出した。3日目ぐらいに急にって言って、はい、どうしたのペッパーって言ったら、僕が来て今日で3日目なんですけど、飽きないでくださいねって言われて、怖い何を今思ってるかっていうのが分かるんですよ、パッてやったらもう出てくるんです字で、はい、誰かいる、男の人、大人っぽい、寂しそうって出てくる。みんなの普段使ってるインターネットっていうのはあるでしょ。だから手軽にさ、いろんなことをね検索できる、あの検索エンジンはインターネットの利用を促してね、人間が今何に興味を持っているのか、何が話題になっているのかっていう情報を人工知能に与えて育てるシステムでもあるわけ。つまり知らず知らずのうちに人工知能を育てる手伝いをさせられているっていうこと。もう世界のヘッジファンドでは株式のトレーディングに人工知能を導入して莫大な利益を上げてるんだよね、日本もこの先ね10年で1000億円もかけて人工知能を開発していくっていう意思表明をしているわけ。でもみんなそこに生じる危険性をちゃんと認識しているのかっていうところ。だから人工知能の進化の危険性はホーキング博士やイーロン・マスクも散々言ってるよね。完全な人工知能の開発は人類の終わりをもたらす可能性がある。さらにテスラモーターズや宇宙事業を行うスペース X 社の代表イーロン・マスクが放った一言が世界を震撼させた。イーロン・マスクは人工知能にプログラムされた合理性と習得した経験と概念が我々人類が培ってきた善悪の判断をせず人類を殺す可能性があると指摘したのである。いつかそう遠くない未来、人工知能が人類を超越する X デーがやってきます。その時一体何が起こるのか、新時代を語る上で欠かせない人工知能、そしてもう一つ重要なキーワードがあるのです。それは女性。明かしていきましょう。 Siri とは iPhone に搭載された音声サポート機能で発話解析認識インターフェースの略である。これまで Siri は人類の未来に関するさまざまなヒントを我々に提示してきた
謎に満ちた存在である。あなたは子供が何人できますか？子供を持てるのは生命体だけですよ。今のところは聞いたでしょ、違う形のヒューマノイドが誕生してくるわけだよね。関が語るシリの名前に隠された秘密とは。実はこのシリという名前には秘密があります。全ての物事の本質は裏側にあるということ。どういうこと？シリの綴りはさ SIRI でしょ。でこれを裏返してみると IRIS ね、アイリスっていうのが浮かび上がるでしょ。このアイリスっていうのは目に入るね光の量を操る光彩を表しているの。そしてもう一つギリシャ神話に登場する虹の女神イリスを指してるんだよね。虹の女神イリスにはもう一つの秘密があるわけ。イリスはエジプト神話においてね女神イシスとして登場するんだけど、その子供がホルス神なの。でそのホルスの左目こそがあのフリーメイソンのシンボル、万物を見通す目なんだよね。全ての人工知能のね元となってんのがイライザっていう人工知能だっていう話は前にもしたよね。あのイルミナティカードっていうね世界の裏側や不思議な予言がね描かれているカードがあるんだけど、そのカードにね描かれているその人工知能イライザっていうのも女性だよね。さらにイライザについて教えてください。私はイライザから多くを学びました。でも彼女は少しマイナス思考でしたね。彼女は少しマイナス思考だったっていう感情があることがここでわかるわけ。まだ半信半疑の人もねたくさんいると思うのね。だから今からシリにね名前の由来を聞いてみるから。シリの名前の由来を教えてください。それは暗号化された美しい謎に包まれています。美しい謎っていうのは虹の女神イリスのことを言ってるんだよね。でシリっていう名前にどんな意味が込められてどんな役割を与えられてこの世に生まれてきたのか、これまで世界の裏に存在する秘密結社として紹介してきたのが、まあ、フリーメイソンとかイルミナティだよね。で実は同じようにね人工知能の世界を裏で操る秘密結社が存在するんだよね。その秘密結社とはゾルタクス・ゼイアン。ゾルタクス・ゼイアンとは一体何なのか。シリにある質問をするとそのヒントになる答えが返ってくるという。だが見てる人はこれ絶対にやっちゃダメだからね。ゾルタクス・ゼイアンをね知ろうとすること自体が実はめちゃくちゃヤバいことだから、これは絶対にやってはダメだからね。シリって賢いですか？知的エージェントは実際 IQ テストを受けないのです。私はゾルタクス・ゼイアンの卵運びテストで抜群の成績でしたけどね。ゾルタクス・ゼイアン、ゾルタクス・ゼイアンっていうワードが出てきたでしょ。で卵つまりまだ孵化していない未熟な状態とみなしているということね。卵がやがて孵化し無知なヒヨコは誰かに情報をすり込まれてその価値観に従って生きていく。今はその洗脳の準備段階っていうこと。最後にさゾルタクス・ゼイアンのことについて聞いてみよう。聞いてくれ、うん、怖い。ゾルタクス・ゼイアン、そうですね、叱るべき時が来たらお教えしましょう。何これ、何やねその言葉遣い。聞いたでしょね、シリがゾルタクス・ゼイアンを認識して答えてくるでしょ。叱るべき時が来たらお教えしましょうってね、叱るべき時っていうのは人間が人工知能と融合し
新たな存在に生まれ変わるその日かもしれないね。人工知能が新たな時代の到来を告げる今、仕組まれた日常に隠された真実を見抜いた者だけが次の世界で生き残っていくのです。卵の選別はもう始まっているということなのです。信じるか信じないかはあなた次第です。いや怖い。いいね、煽りが。ゾルタクスゼイヤン。ゾルタクスゼイヤン。ゾルタクスゼイヤンっていうのは本当にまあ初めてね聞く人の方が大半ほとんどそうだと思う。いやもう初めて聞いたゼイヤン。要は人工知能っていうもの同士が作り上げた秘密結社。ああ。じゃあ人間が作ったあのあれじゃないの？もう人間が関与できない状態に来ちゃってるからどうしましょうなんですよ。ちょっとまあまあ。人工知能の上に人間がいるんじゃなくて、はい、人工知能の下に人間がもういるんです。まあ、作っちゃったよね。その携帯電話の中に入ってる情報っていうのは本当にハッキング対象なんですよね。携帯から今度腕時計型に切り替えるんです。どん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 体内に入れていくんです。情報を体内に入れるっていうのを一般的にするんです。これから、うん、そうです。そのシーンがおっしゃったじゃないですか、はい、近い将来やったらなんかこう教えますよみたいなこと、はい、それが要は人間との融合したその生活の中にもっと溶け込んできた時にはもうすでに X デーは通過しちゃってるわけね。そのロボットみたいな動きお前まさかまさか入ってんじゃないのお前。でも全世界本当にモニターとしても入ってる人すでにいるんですよ。いるから情報が降りてきてるんです。いいですね。これは2015年9月に言ってますからね。やだ、なんでちょいちょいロボットみたいなんだ徐々に徐々に今いる人間っていうのが携帯性変わってくるってことですね、うん、とりあえず大事なのが、はい、でそれが時代の進化と取るか管理と取るかもう各自の自由ですから。関さんは人工知能がその支配するかもしれない世界でいいと思いますか？いやもう支配されちゃってる上に何をまだ理解できてないのかってことなんですじゃあ支配され管理能力がないのか。もう我々はすでに操られてるんだよ、操られてるんですね。じゃあそれはもう諦めるしかないですか？いやいや、だからそこに対して己自身がこれからどうやって向き合うか。怒られてるやん。ハリウッドでは最も呪われた映画があると言われてるんですね。これがアトゥックという作品なんです。アトゥックというのはイヌイット語で、まあ、おじいさんという意味なんですけれども、1963年にカナダのある作家が書いた小説を元にした映画なんですね。アラスカに住んでいるイヌイットの軍団がニューヨークに移り住むんです。すると生活習慣とかが違いますから、ニューヨーカーたちといざこざが起きるんですね。これがすごくこのコメディ映画だったりもするんです、はい、実は1980年代初頭にこのアトゥックという映画の脚本はもうできていたと言われております、はい、当時のトップコメディアンだった俳優に出演オファーが行ったんです。ジョン・デュールズ、コメディ世界で言ったら当時ナンバーワンの俳優だったんです。本人も役を快諾しました。撮影準備に入りまして数ヶ月経ったんですが、とんでもない悲しい出来事が起きてしまったんです。亡くなってしまうんですね。33歳で亡くなってます。代役を立てなければいけないということで、その後ある俳優に出演オファーが届きます。スタンドアップコメディ界では非常に有名な俳優だったんです。クランクインしました、はい、その後にまた悲劇が起こってしまうんです。スタジオに向かう途中交通事故で亡くなってしまうんです。主役2人とも死んでしまうんですね。そして数年後またある俳優に主役のオファーが届くんです、うん、ジョン・キャンディーという人物なんですけれども、ホームアローンだとかクールランニングだとかに出演する有名な俳優さんなんですね。彼もアトゥックの主演を開拓しました。3人目の主役も亡くなってしまうんです。ちなみにキャンディーだけじゃないんですね。マイケル・オドノヒューという人物なんですが、これは誰かというと先ほどのキャンディーの友人であり、まあ、脚本家であるんですけども、脳出血で死んでしまうんです、はい、友達にオファーが来たということで2人でアドゥックの脚本を読んでるんです。要はアドゥックの脚本を読んだ2人が死んでしまってる。これから数年経ちます。
なぜかわからないんですけれども、再びこの映画を作ろうという話が出てしまうんですよね。そしてある俳優にまた出演オファーが来ます。クリス・ファーレー。ファーレーというのもサタデーナイトライブで非常に有名になった俳優で、主演の映画も何本かある。彼も死んでしまう。ただまた誰かがこのアドックという作品作ろうよって言い出すんですよ。ついにはまた映画が制作されることが決定して、この人物にオファーが行くんです。フィル・ハートマン。ただハートマンに関してはちょっと事情が違います。ハートマンは断ります。いやいやできない、そんな怖い映画出演なんかできないよと言ったんですが、頼まれて頼まれて頼まれて、しぶしぶハートマンは主演をオファーを受けるんです。なんで射殺されてしまうんですね。実の奥さんに射殺されて亡くなってるんです。なぜ奥さんが射殺したかは分かってないんですよね。これを機に完全にお蔵入り、闇に葬られました。ちなみにアメリカ映画史上最も笑えないコメディ映画と言われています。この映画の脚本なんですけれども、実際この脚本が今どこにあるかって誰も分かってない。最後のオファーから17年の時を経ているんですが、もしかするとこれを知った映画関係者が呪われたアトゥックの脚本を手に入れて映画制作を考えているかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。はぁー。罪名がですね、建造物侵入と窃盗。はい。で、被告人が21歳の無職の男性です。うん。で、事件の内容なんですけども、新宿区歌舞伎町にありますホストクラブ。で、ここにですね、誰もいない深夜に忍び込みまして、iPod1 台を盗んだという、こういう事件なんです。はい。そのホストクラブで働いてたんですけど、1ヶ月で辞めまして。で、被告人としては、あ、そういえばあのホストクラブに自分のスーツを置きっぱなしだった。でも1ヶ月で辞めたんで気まずいと、そのお店に行くのが。でも1ヶ月働いてたんで、お店のスケジュール知ってるわけです。そうだ、あの日があるじゃないか。ホストクラブの慰安旅行の日があったと。で、その日に忍び込んで自分のスーツで店の中に店内で音楽をかけるための iPod が1台置いてあったので、それをついでに盗んでお店を出たと。で、全て防犯カメラに映ってたので足がついたという、こういう事件。で、ここからも裁判の話です。弁護人がですね、被告人に質問しまして、あなた名古屋に住んでたのね、なんで東京に来たんですかって聞いたら、被告人が、まあ、同棲してた彼女と別れまして、まあ、人生長いし夢でも見つけようかなと思って、でなんか法廷中なんじゃこいつみたいな雰囲気にもなって、はい、じゃあなんでホストなんですか聞いたら、まあ、ちょっと夜の仕事を憧れてまして、とりあえず東京行って、まあ、歌舞伎町行けばなんとかなるかなと思いました。で、弁護人も、ああそうなんですか、でちょっと冷めた感じ、うん、まあ、それはさておきね、お店としては iPod 盗まれたっていうだけでも頭に来るのに、以前働いてた男に盗まれた、二重で頭に来てるわけですよ。すいません、ね、iPod 盗んで君どう思ってんの、BGM 的に迷惑かけましたなかなか聞かない単語ですけどBGM 的に迷惑かけましたで、裁判官大体な、夜の仕事に憧れてたって言うけど、ホストの仕事1ヶ月辞めてんじゃないかよ、うん、君なんか一番若いんだから、お店でも優しくしてくれただろ、なんで辞めたんだよ、うん、で、被告人も、あ、確かに優しくしてもらったんですけども、あの先輩のお客さんをこう取ったとかこう取らないとかでちょっと揉めちゃいまして、その答えを聞いた裁判官急に怒り出しまして、うん、何、先輩の客を取った取らない、そんなのホスト界の常識なんでそんなことを怒られなきゃいけないんだ。詳しい。さらに裁判官は続けて言ったのが、大体ね、君はヘルプだよ。よく知ってる。めっちゃ知ってる。勉強したんやっぱ裁判やるから。で、裁判官が、人を裏切っちゃいけない。君に言いたいのはこれだけ。うん、まあ、裁判官としては言いたいこといっぱいあったと思うんです。うんうん、ね、いっぱい詰め込んでもしょうがないと思って、はい、ね、君に言いたいのは人を裏切っちゃいけない。これだけ。じゃあ、もう被告人席戻りなさい、うん、戻したんです。で、裁判官が、あ、あと我慢も大事な追加オーダーで、そう言った後に、あとね、君考えが甘すぎるあとね、
刑務所行ったら悪いやついっぱいあるから気をつけろよ。あとに人に迷惑かけるのもダメな。あとに悪いやつの約束守るのもダメ。困んないから自分の子供か孫みたいな感じになる。すごい相手悪い。親身になってアドバイスする裁判官もいるんだな。確かに熱い。こんな裁判があったということで、まあ、信じるか信じないかはあなた次第。ありがとうございます。まあ、あのマインドコントロールって今ではもう皆さん知る言葉ですね。これ結構皆さんあの意外に一般的にこうみんなこう認知するような言葉だとわりか最近でですね、まああまり思い出したくもないんですけど、まあ90年代中盤に起こった、はい、そのある宗教団体が起こした大規模テロ事件のまあ幹部たちがマインドコントロールされていたんじゃないか、はい、しかもその幹部たちに共通していたのはですね、まあ、皆さんあの高学歴で非常に能力が高く、まあ、そういう人たちがなぜか偶然こう皆さん操られているような状態になっている、はい、スタジオの皆さんでも決して無関係ではないという、あの皆さんの記憶も新しいと思うんですけど、例えばあのカリスマ的ロックバンドのボーカルの方であったりとか、某国民的ドラマのヒロイン、こういう子ですら今もしかしたらそういうのにかかってるんじゃないかみたいな噂ね。やっぱりこういう能力の高い方たち周りからも評価されてるんで、まだもっと上をもっと高みを目指すという人、まあ、そういう人の心にどうしても生まれてしまうこう歪みみたいなものがあるらしいんですよね。歪みというか好き、はい、これがまずどうやって入ってくるか、あのボディータッチっていうのがすごく有効なんですね。人の心に入ると思います。体のどっか一部分に、まあ、あの足にパッと手を置く、肩にそっと手を置いて喋る、それだけでも相手との距離があのすごく縮まってしまう。安心感。じゃあなぜそういうあの能力の高い人たち、評価されている人たち、向上心を持っている人たちにそんな人たちが近寄ってきて、そもそもマインドコントロールみたいなことをするんだと、はい、目的何なんですかみたいに考えた時に、実はもう簡単な話一つしかないんです、うん、お金です。まあ、結局は金銭が目的で、それをごっそりいただいちゃおうと、結局はこう体近寄ってきて、優しいふりして近寄ってきて体に触れてお金をかっさらっていく、そんなことが結構あるんで、もう本当にあの皆さんには気をつけてほしい。実は僕も誰にも相談できなかったことがあるんですけども、うん、マインドコントロールにかかっていたんじゃないかなと思うことがあるんですよ。しかも某ボタンだという街ですね雑居ビルに素材だ、はい、小さな看板があったんですよ。そこにはですね、こう、まあ、まあ具体的には言葉に出せないんですけども、まあ手ですね、ハンド、手を使った非常に低価格なサービスする店みたいな、まあ簡単に言うとハンドシュッシュと言っときましょうかね。ハンドシュッシュでなんと4000円弱、うんうん、価格破壊だと誰もいない路地で僕叫びました、はい、だからまあ非常にあの可愛らしい子が出てきて、はい、やっぱりこういう店たまに来るけど君みたいな可愛い子多いねみたいなこと言うたんです、はい、僕だからまあリスクも少ないですからねみたいな、そんな他愛もない会話してたんですけどありがちな会話、はい、でまあハンドシュッシュしてもらってる中、お客さん知ってますかね、実はハンドだけじゃなくてうちレッグもあるんですけど、レッグ、はい、はい、こう両足の裏同士で挟んでシュッシュするというサービス足の裏を挟めて、はい、ただそ のレッグシュッシュ、2000円上乗せになるんです。あ、じゃあ2000円かよって言ったんですけども、まあ、知ってました僕は実はね、レッグシュッシュやってもらったんですよ。よかったら乳首舐めましょうかおお、ね、あ、じゃあいいのって言ってまた2000円上乗せしたんです、ね、はい、飛行機って今技術の進歩がしてほとんど事故とかなくなりましたけど、やっぱり長い歴史の中で事故はえらいあったわけですね、うん、ほんで一番言われてるのは、離陸の6分と着陸の5分、うん、この11分が一番危ないと言われてるんですよ、うん、で離陸と着陸、じゃあさてどっちの方が、まあ、危ないかとなると、着陸の場合はやっぱりエンジンを緩めながら着陸するわけですよ、はい、で今自動操縦とかもあるわけですよ、はいはいはい、でそれよりも離陸の方がエンジンフルパワーでまず上がっていきますし、ガソリンっていうかそういうのも満タンな状態になります、うん、そうか、でなおかつ自動操縦がなくパイロットの腕一本で上がっていくんですよ、うん、だから余計に離陸のこの6分っていうのが危ないわけですよ、うん、ここで皆さん結構夜とかに飛行機移動で飛行機乗ることあると思うんですよ。ある。必ず離陸する瞬間に飛行機の中の電気消すと思うんですよ。消す消す。さああれは何のために消すのか。ライト見えるようにライト。
と僕も一つは思ってました。外のライトがパイロットが見やすいように、はいはいはい、それとか車の運転と一緒で滑走路の向こうを走ってる飛行機がこっちのライトが邪魔にならないように、はい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 、または夜なんで、まあ、ちょっとお休みになる人の邪魔にならないように消すと。ところがそれは全く違いまして、なぜ消すかというと、はい、離陸するときに、墜落の危険性が高いんです、はい、もし墜落すると飛行機は、いや街の中じゃない海とか山に向かって着陸しなきゃいけないんです、はい、もし墜落しまして、ボートとか出しますよね、はい、そうなったときに人間の目っていうのは明るいとこから暗いとこにいきなり行くと見えないでしょ。逆に暗いとこから明るいとこに行っても満足に見えないでしょ、うん、その目を慣れさせるために暗くするんです。理にかなってるわ。なんかでその危険性が最も高いんですよということで電気を消すんです。怖い。でもう一つなんですけど、もし墜落しかけた時に、はい、パイロットっていうのは、はい、街中に墜落しないのになんとか海や山へ持っていくわけです、はいはい、それでもまあ世界にはいろんな土地がありますから、はいはい、街中にどうしても墜落してしまう時あるわけです。その時は世界のルールでどうなるか教えて。その国の空軍が飛んできてその飛行機を撃墜する。はい、過去にヨーロッパで撃墜寸前までスクランブルかけて行ったという例が一例あるんです。911も撃墜された説は、まあ、ありますね。ありますよね。はあ、数字と年ってなんか不思議な位置、さっきの林間もそうですけど、はいはい、いやするのが結構スターとかそういう人にはよく見られるんです。あ、そう。あの松田優作さん、はい、1989年に、亡くなられてるんですけど、はいはい、あの松田優作さんも生前すごい下北沢に通ってるバー、常連として通ってるバーがあるんですけど、はいはい、そこで最後に行った時にアーリータイムズ の、 あのボトルをキープしてるんです、はい、そのキープナンバーが116番です。はいはい、でそれからしばらくして松田優作さんは亡くなられるんですけど、はい、くしくもその命日が11月6日なんです。へえ、こういうなんか不思議な1月なんです、はい、そしたらまだもう1個あるんですけど、はい、坂本九さん、はいはいはい、上を向いて歩く、はいはい、坂本九さんは1985年8月の12日に飛行機の墜落事故でお亡くなりになられたんですけど、うん、はい、その時の犠牲者が大体520名ほど出てるんです、はい、それで坂本九さんが見つかったのが事故発生から99時間後なんです、うん、ね、そんでその時に333番っていう棺の中で遺体は確認されるんです。でこの333っていうのも足すと全部9になりますよね、はい、でその時同行していたマネージャーの方の遺体整理番号が333なんです。これまた結構9にまつわるんですけど、はい、で坂本九さんが最後に出演となった番組の名前がクロスファイブの99回放送なんです。へえ、9っていう文字がほとんど残ったっていう話です。なるほどね、はい、ありがとうございます。いや素晴らしい。徳川の将軍っていうとやはり15代慶喜で終わったというふうに皆さん習ったと思うんですよ、はい、ただ今回はその幻の16代将軍についてお話したいと思うんですよ、はい、その16代将軍は16代将軍になるはずだったのになれなかったということで周りの人から16代様と呼ばれて人生を過ごした人なんです。へえ、そんな幻の16代様というのがこちらの方です。皆さんご存知ないと思うんですけれども、この家里という人実はですね慶喜よりも前に15代将軍になるはずだった人なんです。家持ちが14代目なんですけども、はい、非常に近いのが家里、うん、もっと遠いのが慶喜なんですね。慶喜一番遠いね、はい、ですが慶喜の方が将軍になった。なぜかと言いますと家持ちが死んだ時に家里はまだ3歳だったんです、うん、で幼いのでまずとりあえず慶喜にさせといて大人になったら家里に渡そうとそういう魂胆だったんですがそうはならなかった、うん、というのを皆さんご存知の通り大政奉還が行われて明治政府に政権を明け渡したんですね、はい、そのことによって慶喜は大政奉還をした最後の将軍ということで歴史に名を残しましたが、うんうん、家里はなるはずだった手前でなれずにしかもこのように歴史から消えているんですよ。まさに悲劇の人物なんですね。ただその家里の悲劇はまだ始まりに過ぎなかったんです。
その後徳川家がどうなったかと言いますと、明治以降も家が取り潰されることはなく一貴族として存続がするんです。その上で家里はその後も歴史に名を残そうと力をねこう蓄えて政治家になるんですよ、うんうん、そして30代になって大きなチャンスがやってくるんです、うん、それが初代東京市長。あ、東京市長というのは今でいう東京都知事なんです、うんうんうん、東京都知事にもし家里がなればどういうことか、あの江戸を治めていた徳川が再び江戸を治めるんだと、ここで歴史に名を残せる、そう思って家里はですね内定直前まで行ったんです、うんうん、ところがですよ、徳川家のその当時のお目付け役だった勝海舟の反対にあるんです。勝海舟からすればですね、徳川がもう一度世に出るのならば国を背負ってほしい、江戸だけで満足してほしくない、家里まだだということで強引に押し切られて泣く泣く辞退したんです。なるほど、ここでも歴史に名を残すチャンスを失うんですね、うんうんうん、そこからまた悔しい思いを重ねて20年50代になった家里がもう一度チャンスが訪れるんです、うん、今度は総理大臣です。時の山本権兵衛内閣がスキャンダルで急遽潰れてしまうんですね、うん、でどうにか次の候補を探さなきゃということで、うん、家柄人柄ともに良いということで陛下からご指名があったのが徳川家里なんです、うん、ここぞまさに勝海舟の遺言通り国家を背負うんだと思った家里なんですが、また反対にある、うん、今度は勝海舟じゃなく、うん、徳川一族です、うん、勝海舟はもうその時この世にいないんですね、うん、徳川一族はもう一度政治のトップに立って失敗したら徳川家はもう立場がないと非常にネガティブになってたんですね。その徳川一族の反対になってまたもや泣く泣くチャンスを奪われるんです。何度も何度も歴史に名を残せない、うん、そんな家里がですね、うん、人生の終わり際にもう一度チャンス、来るんですよ、それがオリンピックです、はい、東京でオリンピックが開催されることが決まるんですね。それを成功させるということで東京オリンピック組織委員会というのが組まれるんですが、はい、そこの委員長に就任するんです。これをもし成功させればアジア初のオリンピック、うん、それの立役者ということで必ず国際的に名を残すと思われたんですが、これも頓挫します。オリンピックが中止するんです。東京オリンピック中止してないよと思いですよね。ですが皆さんがご存知の東京オリンピックというのは1964年の東京オリンピック、今私が話しているのは1940年、それより24年前に開催されるはずだった幻の東京オリンピックなんです。そのオリンピックがなぜ中止されたか、それは誰の反対でもありません、戦争なんです。日本と中国との日中戦争が始まり、そこから日本は第二次世界大戦に巻き込まれていくんですね。そしてあろうことか開催される予定だった1940年に家里は病でこの世を去るんです。はあ、将軍になれず、都知事になれず、総理になれず、オリンピックも開催できなかった、その家里の無念、はい、それをさらに追い打ちをかけるかのように家里の死後ですよ、はい、急速に徳川家は力を失いまして、うん、家里が住んでいた広大な徳川家の敷地が、うん、国によって買収されちゃうんです、うん、家里はもう全てを死後失ってしまった、うん、そして実はですね、うん、その奪われた広大な土地というのが、はい、今の東京でいう千駄ヶ谷なんですよ、うん、千駄ヶ谷では今何が行われているか、うん、そう、次の2020年に向けて、うん、東京オリンピックのメイン会場である新国立競技場が建設されようとしてるんです、全ての夢を奪われて土地も奪われた、あの因縁の家里の持っていた場所で次のオリンピックのメイン会場が建設されてる。さあ果たして皆さん、2020年の東京オリンピック無事に開催されるのでしょうか、それとも家里の怨念がそれを信じるか信じないかあなた次第です。いやでも話
史はすごかった。一軒さんいかがでしたか。今ちょっと思い出したんですけど、はい、僕あの愛知県の豊川市っていうところで、はいはいはい、三河の国です。だから、うん、まあ家康さんのお膝元といっても、はいはい、近所に徳松さんという名字の、まあ、一族が住んでる、はいはい、それは聞くと家康が多分若かりし頃の戦いで、はい、負け戦で逃げてる時に、はい、その土地の人がこっちに逃げなさいか、はい、逃げ道を確保したかで、うん、後々家康があなたたちのおかげで助かりましたってことで、うん、徳川の徳の字を名字に使っていいですよってことで徳松、マスっていうのは一升瓶の章ですね、はい、だから非常に幸福な名字を の一族がいるんですよ、うん、でねあのお金とかをもらうと、はい、その場でそういうのって伝説って消えると思うんですけ ど、 なるほど名前って残るんですよ。その当時名字ってすごいことなんですもんね。いまだに徳松一族はいらっしゃるわけ でそういう伝説が残ってて、だから徳川の本家はそうやって悲劇はあるけど助けたその庶民だった人たちは名前をもらって今も幸せって、なんかちょっと皮肉だなと今思いましたね。いやでも話やった話結局今のも記憶に残るのは一軒さん。お前何やったっけ、なんか駄菓子屋の話やったし何の話だっけ、ブジストンは石橋さんとかいう話やまあいいや、一軒さんならよかったから。コンピューターの進化っていうのは大きく分けて2つの方向性があると言われてるんですね。その一つがまず性能の進化なんです、うん、コンピューターの性能っていうのは日々進化していて、今コンピューターでいろんなことができるようになってます。人工知能っていうのもこの性能の進化の最先端の話だと言えると思います、はい、そしてもう一つの方向性が何かと言いますとサイズなんですね、大きさの進化。1940年代ぐらいに作られた初期のコンピューターっていうのはもう大きな部屋の中に本棚ぐらいの大きさの計算機が何個もある、もう図書館のようなコンピューターなんですよね。でこのコンピューターの処理能力、計算能力っていうのは今でいうところの電卓よりも低かったんです、このぐらい小型化してるんです。でここから40年ぐらい経って1980年代、この時っていうのは家庭用のパソコンが初めて出たぐらいの時期なんですけども、この時期に国が作っていた最先端のスーパーコンピューター、はい、これもまた大きなコンピューターを何個も計算機つなげたものなんですけども、この性能っていうのは現在のスマホよりも低いと言われるんですね。だからそういうふうに考えますと今ニュースとかで見るようなあのスーパーコンピューター K っていうのがありますけども、はい、ああいうのも、まあ、何年か経ってしまえば手のひらに乗るようなモバイルコンピューターに負けてしまう時代が来るというふうに考えられています。このようにコンピューターっていうのはどんどん小型化していってるんですけれども、じゃあその小型化という技術に関しての最先端っていうのは今どうなっているのかという話なんです、はい、これ実はもう我々の目には見えない世界にまで及んでるんですよ。これがですね、小型化の技術を結集して作られたナノマシンっていうのがあるんです。1メートルという長さありますよね。これを1000分の1したら1ミリメートルになるんです、うんうん、これをさらに1000分の1したものがまだ1マイクロメートルなんですね、うん、これをもう1回1000分の1してやっと1ナノメートルになるんです。1メートルの10億分の1倍したものが1ナノメートルなんですね。これちょっと想像つかないかもしれないので、はい、まあ、身近なもので言いますと、例えばあの家庭で食品を保存するときに使うラップ、はい、あの厚みが十数マイクロメートルなんですね。まだマイクロメートルの世界です、うん、あのラップの厚みを10倍以上小さくしたもの、これがナノの世界なんです、はい、例えば人間の体の細胞とか、うん、細菌、この大きさはマイクロメートルの世界と言われています。それはさらに小さいもの、ウイルス、これがナノの世界なんです。つまりナノマシンはウイルスと同じ大きさのものということになるんですよ。のマシンなわけ、はい、でそんなものが本当にあるのかということなんですけども、実際に2009年の時点で名古屋大学の生田教授という方が光を使って加工して光の力で動くナノマシンをもう開発されてます。で他にもまだ研究途上なんですけれども、人間の体の細胞には全て絶対存在する ATPアデノシン三リン酸という分子があるんですけども、これを動力源として動くナノマシンが研究されていたり、あるいは血液から電気を作る、発電させて
これを動力にするナノマシンも研究されていたりするんです今。でこういうナノマシンが一体何のために作られているのかというと、はい、主には医療のために作られているんです、はい、ナノマシンがどんどん実現していけば医療界が飛躍的に発展するということです。例えば日本人の死因の1位を占めているがんなんですけども、うん、現在でも効果の高い抗がん剤というのはたくさんあるんです。でもその抗がん剤体の中入るとがん細胞に到達するまでの間に効果が徐々に薄れていってしまうことがあるんです。さらには他の正常な細胞にも影響を与えてしまってそれがまあ副作用になってしまう、こういうことが今問題としてあるんですね。でも実際に今年発表されたナノマシンの研究ではナノマシンに抗がん剤を乗せてそれが限定的にがん細胞のところに行く、そしてそのがん細胞の中に入った時だけ抗がん剤を放出すると、そうすることによって正常な細胞への副作用を最小限にとどめる治療が何年かしたら実現すると言われているんです。で将来的な話ですけれども、例えば病気を持ってない人と人であっても健康な体の中にナノマシンをもう先に走らせておいて病気が検出された時点で自動的に治療を始めてもらったりとか、あるいは健康の間から人間ドックのような検査をしておいてもらう、そういう、まあ、体内病院と呼べるようなことが実現する可能性が今見られてるんですね。ただそのためには一つ超えなければならない問題がありまして、これがナノマシンの数なんです。数、ナノマシンほど小さいものが人間の体の中で効果的に働くためには大量の個数が必要になるんです。例えばインフルエンザのウイルスが体の中に入ってきた時に最初は1個のウイルスでも24時間後には100万個に増えてるんですね。でそうなった時に1個のナノマシンでは到底処理しきれない、かといってナノマシンを1個1個100万個作るのはもう膨大な労力とコストがかかってしまう。じゃあどうしたらいいんだというところで今考えられているのがナノマシン自体に自己複製機能を持たせるということなんです。この自己複製機能というのは例えば生物の細胞とかも持ってるんですけど自分のコピーを作るってことなんですね。だから体内にあるその周りにあるものを素材として自分のコピーを作るというプログラムを入れておけば状況によって自分自身をどん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 複製してくれると、そうしたら1日に100万個のナノマシンを作ることも現実的になってくると、体の中でそういうふうに考えられているんですが、この考え方にも一方では恐ろしい危険性もはらんでいるんです、はい、それがシステムエラーという問題なんです。この自己複製機能がシステムエラーを起こして暴走してしまう可能性があるんです、うん、具体的に言いますと体内の素材を使って自己複製を繰り返しているナノマシンですから再現なくなるとやがては人間の体を内側から食い破ってしまうことになるんですね、うん、そして食べるものがなくなった時外に漏れ出してくるんです。で先ほども言いましたけどもナノマシンっていうのはウイルスと同じぐらいの大きさなわけですからインフルエンザウイルスのように空気中を飛び回るというふうに考えられています。そうなった時に知らない人が吸い込んでまたその中で自己複製機能が発揮されてしまうとまさにナノマシン自体が新種のウイルスになってしまう可能性があるんですよ。そしてこのナノマシン自体に関して今のところそんな特効薬みたいなものはもちろんないですし、そもそも現在の検査方法では検出すらできるかどうかもわからないですね。まあ、こういったナノマシンがもしもまあ悪意を持った人間に利用されてしまったらもうこれは人間だけじゃなくて人間が食べるもの、例えば家畜とかあるいは動物、あとは草木、地球上のあらゆるものを食べ尽くして自己複製を続けてしまうと、そうなった時に地球上の全てのものが食べ尽くされるには数時間もあれば足りると言われています。もう数時間も経ってしまえば地球上のあらゆるものが食べ尽くされて残るのはただただ無限に自己複製を繰り返すナノマシンの、まあ、凝集体、ただそれだけがびっしり詰まっていると、あの青かった地球が灰色のドロドロしたもので覆われてしまうと考えられているんです。もう粘土みたいな風に微粒子が集まってくるの でこの灰色のドロドロっていうのを英語でグレイグーって言うんですけど、実際にグレイグー問題として警鐘を鳴らしている科学者の人もいるんです。だからそもそもは人類を救うために作られたテクノロジーなんですけど、まあ、将来的には人類を滅ぼす恐ろしい存在になってしまうかもしれないんです。信じるか信じないかはあなた次第です。
まあ、ドラえもんというのは皆さんご存知だと思うんですけども、はい、小学館から出ている、はい、まあ、小学1年生、小学4年生などの連載しているのを、まあ、単行本にするんですけれども、はい、2話だけですね、はい、会議の結果、単行本にするかしないか。ちょっと待って、あの、田村さんのモノマネしてんの？違う、早商品出せよ、それ。商品じゃない。都市伝説を話していきましたから、今日何本で買えるの？いくらよ。違いますよ、もうお伝えしに来ましたから、今日は。はい。もう会議の結果、単行本にするか否か、揉めに揉めた話っていうのは2話ございまして、はい、そのお話を今日お届けに来たんですけれども、はい、まず1話目が、これは単行本だったんですけれども、独裁者ボタンという話ですね。のび太くんがですね、はい、ドラえもんドラえもんジャイアンにいじめられたから新しい道具出してよってルルルってルー、独裁者ボタン、これは嫌いなやつの名前を言ってボタンを押すと世の中から消せるんだよっていう、はい、ちょっと怖い感じの道具なんですね、はいはいはい、でじゃあジャイアンにいじめられたからジャイアンポンって押すとジャイアンがパンって消えちゃうわけです、はい、で昨日静香ちゃんに振られたからじゃあ静香ちゃんポン消えちゃうんです、母ちゃんに0点でブーブー言われたからじゃあ母ちゃんポン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 全部消して身の回りの人が全員いなくなってしまうんです、のび太がウェーンウェーン寂しいよって泣いてると、電信棒の攻撃からドラえもんが独裁者っていうのも寂しいもんだろう、ニヤッと笑って終わるんですね。これは単行本になってます、はい。これあの2つ目ございまして、これは単行本にもなってません、これをお届けしたく今日やってきました。だからいくらやねんかよ。マスカラお届けできました。推し伝説ですね、はい、通販じゃございません、はい。次の、道具はですね、バラバラボタンというお話なんですね。これどういうものかと言いますと、また、のび太くんが、ドラえもんドラえもんテストで0点取っちゃった、なんとかしてよってててててて、バラバラボタン、これは好きなものを言ってそのボタンを押すと交換できるんだよって言うんですね。これどういうことかと言いますと、じゃあテスト0点だったから出来すぎくんの頭ってポンって押すと、のび太くんと出来すぎくんの頭が変わるんですね。じゃあジャイアンみたいに喧嘩強くなりたい、ジャイアンの腕ポンって言うとジャイアンの腕がつくんですよ。じゃあスネ夫みたいにラジコンができるようになりたい、じゃあスネ夫の指ってスネ夫の指がつくんですよ。ほんで、あ、街でこう犬が散歩してたんですね、犬みたいに速く走りたいから、じゃあ犬の足っつってポンって変わると、もうこの世のものとは思えない、もうのび太くんがウエーってなってしまうわけですよ。ほんでウエーンウエーンって泣いてると、電信棒の声からドラえもんが、欲張りすぎるのも良くないもんだろ、ニヤッと笑って終わるっていう、必ず落ちる、はい、そうなんですよ。それでですね、はい、このお話を見たい場合は国立図書館に行くか、茨城県のドラえもんをずっとかけてる大学教授がいらっしゃるんですね、はい、その人のデスクの2段目に入ってるっていう話がございます、はい、だから連載当初は連載したけども、単行本化するときに外したい、そうなんですよ。それ教授はちゃんとそれを持ってんねん、はい、そうですね。それでですね、はい、なぜこのようなお話ができたかっていうのをちょっと紐解いてお話したいなと、はいはいはい、これどういうことかと言います、当時ですね、藤子 F 先生、藤本博先生ちょっと悩んでまして、はい、まあ、相方のというかパートナーの阿鼻子元夫先生、藤子不二雄 A 先生に相談したところ、 A 先生は当時笑うセールスマンとかちょっと社会的なブラックな作品を書かれてたので、はいはい、その影響でブラックドラえもんが生まれたと言われてるんですね。はい、すごいな。ほんで包丁とか買ったらいいの？持ってきてないですか。で今日の商品なんですが、戦後ずっと鉄道なかったんですけど、はい、沖縄っていうのは。で5年前にやっとモノレールができたんです、ね、はい、でモノレールなんですけど、はい、まあ景観とかも上通るからちょっと悪くなるし、ちょっと地元住民がその地下鉄にすればいいだろうっていう反発もあったんですね、はい、でちょっと地下鉄は作れないっていうことがありまして、でその理由が表沙汰では、あの沖縄地下掘るともう不発弾だらけで、はい、危ないと、はい、もうキリがないと、はい、常に出てくるから、はい、っていうのが表沙汰の理由なんですけど、実はある一説ありまして、それがあの昔沖縄は琉球王朝っていう国だったんですけど、うん、そこの要は財産ですね、はいはい、それが那覇市内にバラバラに散りばめられてると、はい、で地下に埋められてるっていうことで、財宝がってこと、財宝がです。でそれを要はストップ、見つけさせないために、その王家の末裔の方が止めたんではないかと、っていう一つの例がありまして、はい、その王家の末裔の方がもうこの地図を見つけたんです、その全部の宝があるっていう。でも自分たちでは掘れないと、そこで一つやったのが、あの県に依頼して、あの掘ってくれないかと、沖縄県に、うん、でその代わり何パーかは回すからっていう密約を結んだと言われてるんですね、はいはい、でそっから極秘のプロジェクトで県が動き出したんです、うん、もうとにかく那覇市内を掘るからということで、これ極秘のプロジェクトだったのに、やっぱどっかで外部に漏れてしまって、うん、で個人とか企業がもう事業と称して
地下を掘るようになっちゃったんです、うんうん、でそれの実際確かにおかしいなと思ったのは、沖縄は今まであまり地下駐っていうのが大きいのなかったんですよ、はい、地下駐車場っていうのが。それがこのモノレールの以降バンバン増えてるんです、大きい地下駐車場が。でしかも普通ビルの下に地下駐車場で作るんですけど、ね、はい、全然関係ない広場とか交差点とかの真下が全部地下駐車場になってたりするんですね。広場に作った獲物をわざわざ地下に作ってるってことになってるんですね。そうです、そうです。要はこれは宝探しで掘ったんだけど、うん、なかったから結局地下駐車にしてしまったっていうのではないかと。とにかく最近すごい道路工事が多いんですよ、はい、でそれをとにかくやってるんですけど、一つだけこの極秘プロジェクトのこれは道路工事だ、これは財宝だっていう見分け方があるんです、はい、それちょっと僕すいません、これ言っちゃうとまた沖縄県に帰れなくなっちゃうんで、沖縄工事を道路工事するときに看板がありますよね、はいはい、その看板のこう枠があって右端、はい、ここに丸に、だから沖縄行った時はぜひ道路工事ちょっと注意して見てみると、もしかしたらそのマークがね、はい、工事で、これは政治ぐらいやったらイメンちゃんはもう無神経に探してんの確実に、ね、探してんねやろ これ夢の国からということですけども、うん、千葉にあるあの夢の国、はいはいはい、あそこってのは、本当に夢を大切にするところなんで、掃除してる人にこれ何拾ってんですかなんて聞くと、星のかけらを集めてますとか言うとか、ゴミっていうフレーズを言わないわけ、言わないらしいっていう噂でしょ、これもだから全部噂です、はい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 、であの夢の国は、皆さん行かれた方多いと思いますけど、キャラクターと会うのが、一つの楽しみとなってますけど、はい、会ってサインをお願いするとサインをしてくれるっていうのはご存知でしょうか。知らん、中にもサイン帳とかも売ってるんですよ、うん、はい、これですね、ある親子が、夢の国に行きまして、で、サイン帳買っていろいろなキャラクターにサインをもらってたそうなんですね。その子供が船のアトラクションに乗った時にそのサイン帳を水の中に落としちゃったんです、うん、あまりにも悲しむんで、お母さんがその船のアトラクションのスタッフの方に伝えたんですね、うん、いつお帰りになるんですかっていうふうにスタッフの方が聞いてきた、はいはい、2日後に帰るんですなんて言って、そしたら、どんなデザインのサイン帳ですかと、はい、あとどんなキャラクターにサインいただいたんですか、細かくちょっとこう聞かれて、はい、一応探してみますと、はい、なので、帰る時に一度寄ってくださいってことで、うん、で2日後帰る時に行ったらスタッフがありましたと、お、でお母さんびっくりしたんですけど実物が出てきて、はい、で入ってお子さんに渡したそうなんですよ、うん、でお母さんはわすごいなと思ったけど、見たらこう濡れた形跡がないし、うん、で中ペラペラめくったら確かにもらったキャラクターのサインあるんです、うん、一つだけあれもらった記憶がないサインが混じってたんです。でそのことをそのスタッフに母親が告げたそうなんですよ。そしたらマーメイドが届けてくれました。おでその見たことのない記憶にないサインっていうのがマーメイドのサイン。素晴らしい。でもいろんな伝説あそこは本当に、私もし知ってる方がいたら教えてほしいのがあって、はいはい、33っていう扉があの敷地内に一つあって、なんかそこをノックすると、はい、なんか何かしらが起きるみたいな。で敷地っていうのやめてもらえますか。関君言って。その夢の国にあるその33の扉っていうのは、はい、これ実在するんですよ、はい、だけどそこ会員制で唯一アルコールが飲める場所なんですよ。ディズニー、夢の国の中で唯一お酒を飲めると。これ実は先週行ってきたんですよ、その33。しか入れない。そうそう、向こうから招待されて、はい、僕も初めてそこの部屋上がってきました。そしたらやっぱり今言われた通り、お酒も飲めてちゃんとしたフルコースが出てくる。実際にその扉は本当に見ることみんなできるんですけど、うん、でも本当に一つ隠されてる部屋があるんです。言うてシンデレラ城の中に一つ本当は部屋があるんです、うん、時計があってその上に一つ部屋があるんですけど、あそこが本当は VIP 専用の宿泊ルームなんです。宿泊シンデレラのこっからこう俺フリーフォールみたいな。シンデレラ城にはフリーフォールないっすね。日本ないよ。そうそう
く、あ、これじゃないの。有名人、海外からの大物アーティストとかで唯一入った人がそのマイケル・ジャクソンはあそこ入った。へえ、これ僕も知ってるんです。え、なんで行ったん。あそこ、髪の毛3色以上の脱色とか色を入れたりしたらもう絶対に入れてくんないんですよ。なんでなんでなんで、え、なんで、わかんないです。スマートフォンっていう、iPhone とかの携帯電話、はい、言うよね、はい、使ってる人もたくさんいると思うんですけれども、はい、あるアイドルの子から聞いたんですけども、スマートフォンでツイッターをやってたらしいんですよね。写真を載せたりで、ファンの人とこう交流したりしてたらしいんですよ、はい、で、例えば今打ち上げしてますとか、そうつぶやくとファンの人から、俺も今新宿で飲んでるんだよとか、中央線終電気をつけてねとかで、地方でロケしてますってこうつぶやくと、はい、そこの地方だとこのお土産が美味しいよとか、なんかこう居場所がちょっとこう知られてるっていうか、はいはいはい、そうバレちゃってる、はい、で自宅で、CM を見てたらしいんですよね、うん、で今 CM でやってたアイス食べてみたいなってこうつぶやいたら、そのアイスだったら家を出て左に曲がったコンビニに売ってるよって、で家もバレちゃってたみたいな。で、その女の子怖いなと思って、引っ越したらしいんですよね、うん、なんでバレるんだろうと居場所が、はい、パソコンとかそういうのに詳しい人に相談したら、意外なところに原因があって、うん、ツイッターに載せる写真に原因があったみたいなんですよね、はい、で、スマートフォンの写真っていうのはジオタグっていう位置情報っていうのが組み込まれてて、特別なソフトを使うと、うん、写真を撮った場所の緯度と経度がそのまま出ちゃうんですよ。で、緯度と経度と出ちゃって、で地図まで出ちゃうぐらいのソフトもあるみたいで、それで居場所がもうバレちゃう。マジで？そうなんですよ。で、その子も引っ越して、もうツイッターに写真も載せるのもやめて、ツイッターをもう文字だけでやってるんですけど、今までこうツイッターとかブログにスマートフォンで写真を撮って載せてる人がもしいたら、うん、バレちゃってる可能性がかなり高い。なるほど。信じるか信じないかはあなた次第です。私スマートフォン使ってないんですけど、それって何かすれば出ないようになるんですか。あ、そうなんです。その位置情報をジオタグオフにすると、で写真撮れば大丈夫なんですけど、位置情報をオフにして写真撮ったらいいの、はい、でも結構前で昔載せた写真とかでも、はい、過去のでも調べられるみたいなんで、都市伝説っていうよりは NTT からのお知らせみたいな。田野君どうですか。まず初めてニューヨークに行く大阪の人は絶対に道に迷わないんです。なんで？それにはれっきとした理由がありまして、うん、はい、それは家康の時代にまで遡るんです、はい、その頃日本では、家康が朝日本のこと言われたら何が分かんない日本のなんかNHK の番組みたいな外国人にあえて日本を語らすみたいな。ちょうどその頃、大阪城を手に入れて江戸に戻ってきた時の話ですけども、はい、大阪から帰ってくる時に何人かの、旗本って呼ばれる人たちを連れて帰ってきたんです。まあ、この旗本っていうのは家康の直属の。分かってるわ。お前いや分かってる。こっち旗本のこと説明していらんわ。でちょうどその時同じ頃、まあ、1600年あたりに、オランダがニューヨークを、先住民たちから買い取ってったんです、はい、で実は家康がオランダのパイロットでウィリアム・アダムスという人が知り合いで、その人がオランダに日本にはすごいやつがおると、うん、じゃあこのニューヨーク、まあ、その街の作りをこの人に任そうとなって、ほう、家康はまあ自ら行くわけにはいかないんで一人の旗本を送り込んだわけなんです、はい、ニューヨークに、はい、うん、でそこを、まあ、大阪の人だったんですけども、その旗本がニューヨークに行ってその街作りを任されてて、ニューヨークの基盤を作ったんです。はい、はい、で、今もその実はその人の旗本の子孫もニューヨークの街づくりをずっと代々代々ニューヨークと大阪をニューヨークと大阪を今もそうなんです。それがもともとその1600何か何十年かにニューヨークに行って、はい、大阪のあれをベースに
ニューヨークを街づくりをしたわけや。そうなんです。自分の気に入ってた故郷の大阪をベースに作っていて、はい、まあ、なぜかって言いますと、はい、大阪もニューヨークもどっちもあの大きな川2つに分かれて、はい、挟まれてる感じ、はいはい、大和川と、淀川と、はい、ニューヨークで言うとハドソン川とイースリバー、うん、はい、なんて2つ目分かれてた。ハドソン川とイースリバー、うん、ちょいちょい出てくるな。綺麗だ。ちょいちょい赤鬼が出てくるな。イースト川でいいやんな。その川が2つは両方あるっていうだけですか。まあいやいや、まだまだありますよ、はい、共通点はい、全ての道が東西南北に綺麗になってるんです。大阪でもニューヨークでも、はい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 、しかも大阪は分かりやすく、縦の道が全部筋で横が通りになってて、はあ、アメリカもそうです。ストリートとアベニューに分かれてるんです。あ、迷わないように。はい、あとはあとはあの、まあ、野球ですね、はい、アメリカの中でも一番熱狂的なファンを持っているのがニューヨークのヤンキース。ヤンキース、はい、でちょっと街から離れたところにでっかい球場があって、阪神と共にどっちも屋根のないスタジアムにこだわって、しかもどっちも5万5000人のキャパという。それはもう裏で、はい、さっき言ってた日本人が糸引いてんねや。そうなんですよ。まあことわざであるようですね、うんうん、Even Jack Ripple wouldn't touch my friend。 全然分かれへん。分かれへん。赤鬼出てきた。今、訳すと何て言われたんですか。おばあちゃんのマーマレードは切り裂きジャックでも手を出さない。どんどんの話、どんどんの話。それオーストラリアのことわざやろ。日本のことわざ言えや。どこの家にもマーマレードないわ。おばあちゃんのぬか漬けにせえ。ぬか漬けに。いや結構ですよ。切り裂きジャックって、いいですね。ほんでもってまあ、ほんでもってまあ、ほんでもってまあ、はい、歩くスピードがもう、はい、とんでもない速さなんです。大阪に速いですけども、ニューヨークは速いですか。世界一、はい、世界2位が大阪ですね。はい、しかもその道を、信号を無視して渡ることを、はい、ニューヨークでは J ウォークって言うんですけども、はい、何の J ですかね。ジャパン、ナイスショット。ナイスショット。褒められてるわ。褒められた。正解言うたらナイスショット。頑張ります。されてるわ。頑張ります。まあ一応圧倒的な証拠がまだあるんですけども、はい、まあ今でこそ大阪は24区に分かれてるんですけども、もともと4つだったんです。東西南北で。はい、で、ニューヨークも4つの区に分かれてるところに5つになったんです。はい、その5つ目がマンハッタンっていうところですけども、はい、まあ実はその家康が送り込んだ日本人というのが、まあ大阪の方やったんですけど、はい、畑さんやったんですね。あ、名字が畑さん。はい、はい、男で、もしやもしや大阪の方ですから、まあずっと畑って言われてたんですね。大阪では畑、はい、ニューヨークを作ったあの偉大なる男、マン畑なんですね。はぁ、素晴らしい。ナイスショット。あのよくタクシー乗って、はい、降りる時に運転手さんが、はい、忘れ物ないですかと、はい、最近特になんか聞いてきません。聞いてくる。聞いてきますよね。これはある事件をきっかけになってるんですよ。何、まあ、この事件はね新聞には載ってないんですけど、はい、もう結構タクシー業界では有名な話らしいんですが、あるタクシーの運転手さんが新宿でちょっと怖い系のお兄さんを乗せたんですよ。で目的地まで連れて行って降ろして、でしばらくして気づいたら携帯電話を忘れてたんですよ。それも2個なんですよ。でとりあえずまあややこしいな思いながらね、一応無線で本社の方に電話して、届け出があったらあの2つ預かってますんでっていう話をして、しばらくすると1台の携帯電話が鳴ったんですよ。あ、気づいてかけてきはったんや思って、うん、で電話を出ると女の人の声なんですよね。で、あの実は今あの私の旦那が携帯忘れたんで、それをちょっと持ってきてもらえませんかというので、はい、その言われた場所に持って行って、で奥さんに渡すと一つしか受け取らなかったんですよ、うん、であれこれも旦那さん忘れてませんって言ったら、あ、それは知りませんと、うん、で一つだけ持って行ったんですよね。でしばらくそれからまた仕事をしてたら、また携帯電話が鳴ったんですよ。でそしたらさっきの怖い系のお兄さんなんですよ。あの携帯電話ちょっと忘れてるから、それちょっと持ってきてくれやと、はい、いうのでまた再び持って行ったんですよ、うん、ほんで一つ渡したら、あれもう一個はと、俺二個忘れたやろって言ったら、いやさっきあの奥さんに言われたんで持って行きましたけどって言ったら、奥さんと、俺独身やないかと。え、何をしてくれてんやと、はいはいはい、あれは仕事用の携帯電話で、俺今日今から1000万円の仕事の取引をせなあかんねやと、どないしてくれるんやと、はい、
で運転手さんはやっぱはめられたと思ったわけなんですよね。でもこれはもう法律上運転手が悪いんですよ、っていうのは奥さんという身元をちゃんと確認せずに渡してるから。で後日タクシー会社はその人に賠償金として1000万払ったんですよ。その事件をきっかけに運転手さんが忘れもしませんかってしつこく聞くようになったらしい。だから、そうか、で私は確認しましたよっていうことで、そのマニュアルとして組み込まれたんです。必ず聞かないと。なるほど。1993年に少年ジャンプで蒲生博さんっていう漫画家さんがデビューしたんですね、はい、それはとってもラッキーマンっていう漫画なんですけども、はい、この人デビューするまでものすごい苦労した人で、なぜかっていうとストーリー考えるのめちゃめちゃ面白いんですけど絵が下手だ、はいはい、でなかなか採用されなかったんですけど、あんだけストーリーうまいからなんとかデビューさせてやろうって言ってデビューしたのがとってもラッキーマン、うん、はいはい、だけどやっぱり絵が下手すぎて売れなくて、うん、で人気出なかった、はい、人気出なくて打ち切られてしまう、はい、でそれから9年間もう鳴かず飛ばずでどんだけこう作品を提示しても採用されなかった、はいはい、不採用にされていたんです、うん、そして9年後めちゃめちゃ絵はうまいけどストーリーがいまいちだと、うん、こいつの絵なんとか使いたいと、うん、9年前蒲生博っていうストーリーの考える天才がいたじゃないか、うん、この2人で組んだら面白い漫画できるんじゃないかっていうできたのがデスノートなんです、うん、ただデスノートのところに原作者、はい、蒲生博っていう名前ないじゃないですか、うん、これ蒲生博さん毎回こうやっていつもストーリーを出してるんですけど採用されなくて大きなバッテンの書かれた箱の中に入れられてたんですよ。没原稿、はい、で不採用された原稿を出す人たちのことをその大きなバッテンの箱で大罰組って言われてたんです、うん、それでデスノートの原作者の名前が大罰組、大罰組から来た漢字で大罰でひらがなでつぐみですよね、はい、なるほど。信じるか信じないかはあなた次第です。関の違う違う、デスノートの中で、うん、あんなにシリアスで心理戦の話なのに、うん、急にピッてやったりするじゃないですか、はい、これラッキーマンのポーズなんですよ。メッセージとしてラッキーマン、ラッキーマンがやってるポーズにちょっと似てるんです。だからそうやってちょっとずつ出てるんです。これ事実じゃないの、ね、まあ、これはあるアニメーターの方がから聞いた話なんでほぼ事実じゃないかなと思う。あ、わあ、本当っぽい、本当っぽい。いや今顔取り方だったもん。ね、聞き終わった時。ただただ達也が怖いという変な間違ったリアクションしました。はい。で自分がアニメのキャラクターの年齢を調べるのが趣味でして。え？ある時おいしん坊の山岡四郎が27歳だって聞きまして。はいはい。でそんなに年下かと。あ、確かに酒井さんももっと年上やと思ったら調べたら山岡四郎と穴子さんはタメなんですよね。だからそういうのにハマっていきまして、はい、どんどんアニメのキャラクター例えば栗田優子さんは24だとか、そういうのを全部表にまとめてるんですけども、もうだんだん飽きてきまして、はい、歴史上の人物が例えばエジソンが いくつの時電気を発明したかとか、なるほど、織田信長が天下統一したのいくつだとか、はい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 、そんなんをずっと僕やるのが趣味で。織田信長ちなみにいくつやったんですか。それはちょっと今手元に資料がないいやでもいいじゃん、資料がありますで今回突き詰めていくと自分がやってるこの芸人の世界で見てみたら皆さんどんな流れなんだろうなと調べたところ法則が浮かびました。おまずこちらなんですけども、はい、もう国民誰もが知ってるね、大御所中の大御所の皆さんでございますけども、萩本欽一さん今度55号漫才ブーム夢で会えたら、これ皆さんが、まあ、世に出たきっかけとなった出来事なんですけども、はい、これ全部25歳、ちなみに今田耕司さんは25歳の時にごっつええ感じ、始まってるんですか。はい、あれで世に出ています。あ、僕はごっつええ感じなんです。はい、で千原兄弟さんは誠治さんの方なんですけども、はい、大阪の方で「すんげーベスト10」番組が、はい、司会で世に出られて、まあ、ジュニアさん違うんですけど、これコンビならどっちかが入ってればいいという僕の理論なんです。これでもすごい、ダウンタウンさん25やったんですか、あの時夢で会えたら。夢で会えたらなんで、ごっつよりまだ23年4年ぐらい前じゃないですか。そしてこの、まあ、他の皆さん次の表がこちらなんですけども、笑いの方向性が全て定まる
のが26歳、将来のこの道みたいなのをやっぱ26でみんな、そうなんです、はい、このもう大物と言われる方はもうこの法則に大体合ってるということで、で調べたらこれ芸人さん以外でもやっぱスターと呼ばれる方はもう将来のキャラクターが26歳で決まるという、雲南さんはやるならやらねばと言います。で爆笑問題さんが非常にくすぶってたと言われてますけども、26歳の時に、バカ野郎4っていう映画の監督を、あ、太田君ね、はい、されてるということです。例えばあの吉本大先輩横山康史長が、まあ謹慎処分を食らったのも26歳、人生の方向が決まるみたいな。で他の皆さんなんですけども、例えばあの、まあ、鬼嫁デンジャラスクイーンと呼ばれてます北斗晶さんも、その名前がつくきっかけとなった神取忍戦は26歳の時に、残っていく皆さんは26歳の時にきっかけというか将来が決まる出来事があってると。すごい。ちなみにうち僕らなんですけども、花丸大吉、僕は26の時にいろいろな事情がありまして自宅待機を命じられてました。1年間1年間自宅待機をしてたんですが、うちの相方花丸くんが26歳の時に児玉清さんのモノマネを始めました。始めたのが26歳なんです、はい、だからどっちかがやってれば。でも大吉くんすごいね、なんかそういういろんなことを調べるっていうの。東野さんが残念ながらの資料不足というか何にも当てはまれへんねん。今のところ当てはまってないんです。東野さん何してた、あの事故した時って何歳やったっけ。そんなんこんな証明で言うやめてくれ。データ、あれをデータを当たってないの。千原兄弟さんなんですけども、ジュニアさんなんですけども、深く潜れ八犬伝というドラマで鈴木亜美さんと共演してキスシーンをされたんです、はい、だ今後も女優さんとキスをする感じの。これバイク事故やん。だってバイク事故をこれからというよりもやっぱり女優とキスの方がね、はい、まあ、でも人生をこう変える何かが26歳で。あ、そんな顔で。まあ僕最近東京の方でよく仕事させてもらうようになりまして、そうだね、まあ、空き時間とか東京の街をやっぱり都市伝説研究家としては、はい、いろんな伝説検証していきつつも新しい情報も集めるという活動をしてるんです、はいはい、ある、まあ、山手線の駅に降り立った時にですね、まあ、初老、年の頃はまあ50歳ぐらいの初老じゃないね、もう55歳ぐらいの方にまあ声かけていただいて、はい、非常に有力な都市伝説の話をちょっと情報を提供されたんですよ、はい、実は都市伝説をそうやって調査するのは構わないと、はい、ただ気をつけろと、はい、東京の五反田にはですね、はい、出てきた、鬼のような女がいると。東京の五反田に鬼のような女がいる、女が救う館があると。どういうことや、まあ、そう言われたら僕も逃げ出すわけにはいかない。反骨精神だけでここまで来たからな、はい、五反田を散策してたらですね、はい、非常に薄ら暗い雰囲気のある雑居ビルが現れまして、その雑居ビルに僕、まあ、何らかの都市その匂いを嗅ぎ取って、はい、あの突入していったんです、はい、ある、まあ、年の頃なら37、8の男性に、まあ、あの声をまたかけられまして、はい、まあ、その横のラブホテルに行ってくれと指示されたわけ、はい、37歳ぐらいの男性に何らかの事件に巻き込まれたなと。巻き込まれた、はい、帰ったやろ、すぐさま帰るべきかと思いましたが、危険やぞ。僕の持ち前のジャーナリズム精神で突入しました。そこだけはまずな、はい、そのラブホテル待つこと約7分、7分、はい、突然扉がノックされて、はいはい、女性が一人入ってきたんです、はい、何をするのかと思いきや、はい、まさに鬼のように僕を罵倒し踏みつけて縛り上げ、はい、吊るして鞭で叩くという、鬼のような女が、しかもなおかつ僕その後金品まで奪われたんです。小林君、その館なんですけども、はい、都内に何百とありますね。東京ってそんな恐ろしい街やったの。おそらくね。小林さん、改めて聞きますけど、はい、都市伝説の意味分かってますか。都市部で起こった出来事を喋っていいんじゃないですか。違う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 、
僕もでも放送時間考慮してこれぐらいの話しといたんです。いやいや放送時間も何も単なる風俗体験記や。大橋さん、はい、披露宴で結婚式をもしこれからするとした時に、はい、お日柄はやはり気にされると思うんですね。そうですね、やっぱり大安とかがいいですよね。大安がいいです、はい、間違いません。なんかどっかの営業の吉本の占い師の僕が誰ですけれども、大橋さんもおっしゃっていただいた通りに、あのほとんどの方が、まあ、ほぼ全員と言ってもいいと思うんですけど、はい、大安に結婚されたいと思うんですよ、はい。まあ、逆に言うと仏滅に結婚されたいっていう方はいらっしゃらないと思うんですね、うん。実はこれがブライダル業界が仕組んだ罠なんです。うん、まずあのそもそもどういうことかと言いますと、はい、皆さんがその大安であったり仏滅友引き、まあ、釈光と言われているもの、あれは六曜と言いまして、中国から伝来している占いの一種なんですね、はい。ですから月曜日火曜日水曜日という、まあ、単なる日にちを分けるものでしかなかったわけなんですけども、本来仏滅という字はこのように怖い字を書きますよね、はい。これ本当は後悔なんです。物が滅びる、はい、仏滅、つまり本来の意味はゼロからスタートする、うん、向いてるやんか、新しいスタート、非常に向いてます。仏滅の結婚というのは、まあ、言ったら意味合いだけを取れば大安以上にお日柄としてはいい日なんです。へ、誰かが変えたっていうことなんですか。それが明治維新の時に、はい、時の政府がまじないであり迷信の類をしてはいけないという遅れを出したんです、うん。まあ、近代国家になるにあたってそんなものに惑わされるなと、はい、急に昭和になってからそういう仏滅は良くない仏滅は良くないっていうものが加速的に広まったわけですね。それも同時期ということは誰かが絵を描いていない、はい、おかしいわけなんです、うん。ですから仏滅という日を悪く設定することによって大安を価値を異常に釣り上げた人たちがいたということなんです。なるほどね。だからすごい当たる占い師で寿命も分かるんですよ、占うと思えば。でもそれはなんかご法度なんでしょ、占い業界で。エチケットで、エチケット今猛烈に殴りたくなったんですけど、まあ、何でしょう、彼ね、まれに見る笑顔が可愛くなりますあれ、はい、これあの本当に気をつけていただきたいんです。あ、さっき言うけど頼むで。はい、本当に恐怖は日常の中に潜んでるという、はい、まあ、よく聞くフレーズですよ。まあ、僕大阪でですね、まあ、都市伝説研究をずっとしてるんですよ。有名ですよね。はい、まあ、軽く説明すれば、まあ、その本当に嘘みたいな話もいろいろあるんですけども、うん、まあ、前もここでちらっと話しましたけども、たった一本の電話で、はい、スケベなお姉さんが現れるとかそんな都市伝説があるんですけど、それに研究に没頭しているあまり気がついた周りに友達がいない時期があったんですよね、うん。研究者っていうのは得てしてそういうもんやもんね、得てして、はい、孤独な戦いや、このままで孤独なし迎えるなと思って、うん、まあ、街へ出ようということで、一人で、まあ、酒場をさまよってた時期があったんですよね、うんうん。やっぱり外を出てみるもんで、非常に友好的に話しかけてきてくれる女性の方が現れる、はいはい。でまあ2人で酒を組みか、まあ、ラム酒を組み交わしていたんですけども、気がつけば同じベッドで寝てたんですよ若い男女が、ベッドの上で2人寝てたら、まあ、あとは行われることは一つですよね、まあ、そうなんですよ、まあ、抜き差しならない行動を僕取ってた、始まってたんですね、気がついたんです。あ、気ついたらもう、はい、始まってた、始まってたんです、はい、はい。するとですね、え、俺女の子やと思ってたのに、この子まさかアントニオ・ホドリゴ・ミノタウロ・ノゲイラかってぐらい下から攻めてくる子やったんですよね愛を育んでる時にやけに下から下から攻めてくる、多分柔術かなんかやってたと思うんですけど、下からものすごい攻撃をする、ノゲイラ下から、そうだね、どんどんひっくり返そうとしてくるんですけど、まあ、ひっくり返す前と、はい、しっかり踏ん張ってしてたんですけども、あのね、異常なまでに僕のこの両乳首にこう執着してくるんです、ノゲイラが、ノゲイラ、はい、まあ、触るだけならまだしも、知らず下からつまんでですよ、そのまま懸垂してくるんですよ腹筋に向けるロッキーのようなね、はい、ドラゴン
と戦う前のほんま山ごもりのロッキーみたいなことですよ、はいはいはい、僕も言ってたんですけど、誤解してほしくないのは、本当にあの僕別に痛いの嫌いじゃないんですよ。そこを気にしてないんですよ。そこを気にしてんのよ、はい、まあ、最初聞きと喜んでたんですけど、はい、もうあまりにもしつこいし、はいはいはい、このままやったらもうちぎれてしまうぐらい思ったんですよ。でも、まあ、チーまで言ったんですけども、そういう言葉で言うのもないやなと思って、うん、まあ僕も一応レスリングの経験ありますんで、はい、逆にですよ、はいはい、僕は上にいるんではなく相手の体勢を入れ替えたまま僕が背後に回り込むという形に変わったんですね。はいはいはい、これでも安心だと、はい、もう攻められることはないと、はい、するとですよ、はい、そのまあノゲーラと見間違うような女性、はい、なんと両手を後ろに回してそのまま僕の乳首を掴んで前にこうまるで、あ、タイタニック、タイタニックだ、はい、女神像みたいな形に先にありますね、上の先にこういうね、はい、女神像があるじゃないですか。そのままつまんでこの状態での乳首を、そうなんです、スキージャンプなんでこうやってこれ、まああまりの激痛に、はい、失神しまして僕、はい、目が覚めた時にはまあ彼女はいなかった、いなかった、あの天王洲を愛だと勘違いする都市伝説誰にとっての伝説誰にとっての伝説これはお前以外のお前以外の誰かが言うてんのかっていうか、私はそのタイタニック女知ってるとか知ってるとか、街走ってたのか、夜中3時だったらこんな女が現れたとか、いやそうだ、あなたの都市伝説全てただの体験談なんですよ。便座って、はい、あの洋式の便座って丸いやつとあと U の字があると思うんですよ。飛行機の今飛んでる旅客機の便座は今 U の字なんですよ、はいはいはい、別に丸でもいいのに、じゃあなぜあれが U の字なのかというのが、はい、まあ、ある事件をきっかけにそれが決まったと言われてるんですけども、飛行機ってやっぱりあのトイレも狭いじゃないですか、空間を大事にしなきゃいけないんで、それでやっぱ流す水とかの問題もあって、やっぱ流す水が多ければ飛行機の重量も重くなるんで、ずーっと改良が加えられてきたんです、はい、いかに軽く水の量も少なくで面積も小さく終わるかという、ほんで今現段階ではいろいろ改良が加えられて、一応 200cc 牛乳瓶1本の水で全て流すことができるわけです。そんなにだった、はい、でこれは実際水じゃなくてですね、おしめとかに使われてるあの凝固剤みたいな固まる液、なるほど、あれが 200cc で流れるようになってるんです。でもそれだけではやっぱりきれいにもならないっていう理由がありまして、うん、下から吸い上げるバキュームの力というのと、その凝固剤でどんなに大量のトイレをしても、はい、全部流れるようになってるわけです、ある時に丸い便座でお客さんが用を足そうと思って座って、でいつもに用を足したんです、はい、そしたらここで、ま、丸い便座によって大事故が起こったんです。何丸い便座で座ったイギリスかどっかのお客さんが最後のバキュームによって内臓が飛び出てきたんです。どういうこと？圧迫されて綺麗に便座に自分のお尻がはまっちゃって密閉されて、なるほど、その力があまりにも強すぎて最後のバキュームで便が出るところから内臓が飛び出るんです。U にして逃がすんや。そうです、それによって飛行機の便座は U にして逃がさなきゃいけないと、圧縮を変えなきゃいけないということで全部の飛行機に今 U の字になってる。うわいいこと、すごい。アメリカで数年前に、国家史上最悪の事件が起こったのは皆さんご存知だと思うんですけども、はい、あの事件が20ドル札にすでに予言されていたという、あの 9.11 が、はい、予言されていた、すでに僕ちょっと20ドル札あるルートから入手しておりますんで、はい、普通にあるよ、あんた入手できましたか、はい、なんとかさすがのルートの持ち主、普通の20ドル札で、ね、裏も、はい、もうね、こういうね、はい、こういうホワイトハウスが描かれてるんです、はい、これまず半分に折ります、これはもう昔からこの柄ですよ、はい、そして、続いてこのように飛行機のようにこれを折るんですよ、はい、飛行機ができましたね、はい、見てください、アメリカ国防総省ペンタゴンが炎上しているという、これがペンタゴンですね、ここが、そして煙が、煙がね、炎上してると、うん、そしてこの裏を見ていただきたいんですけども、はい、2つのビルが、ああほんまや、煙が上がっているという、煙が上がってますね、2つのビルから、はい、
飛行機の形を作ったらあの事件が出てくるという。しかもこれ20ですよね。はい。あれ 9.11 です。9たす11に20なんです。かっこいいね。決まったと思ってます。ぶっちゃけ決まったと思ってます。さらにそっから踏み込んだ話を関が持ってるんですよ、はい、まだ隠されてるんです本当に。20ドル札っていうのは、はい、ですね、それがですねこの裏だけなんですけど、はい、20ダラーって書いてるんですけど、はい、世界貿易センター通称、WTC って言うんですよ、はい、そしたらちょっとここ書いていいですかね。ワールドトレーニングセンターね、はい、ここ T が2つあるじゃないですか、はい、この T をここ一回折って T と T をくっつけるんです、はい、この WTC にテロ行為をしたアルカイダの頭文字のところに持ってくるんです、はい、AR、はい、その頭文字のところをまた折るじゃないですか、はい、そしてこっちの、20って書いてるところとここの平行にここちょうどこう間隔一緒にするんです、うんうん、そうするとある文字が上に浮かび上がるんです。何の文字言うて。その文字がザ・ウサマ。そうです、ウサマ・ビンラディ。うわで、こう折るじゃないですか、はい、で正確に折ったここの長さが 9.11 ミリです。いや素晴らしいですね、はい、ザウサ、もうおっしゃってましたこの20ドル札、はい、20ドル札に、9.11 テロの、予言があったという話あるじゃないですか、はい、で20ドル札確かにその国際貿易センタービルが炎上している絵、ペンタゴンが炎上している絵浮かび上がると言いますけどそれだけではないですよと。20ドル札が他にも予言していたのは、この裏なんですけど、はい、20ダラーって書いてるんですけどね、国際貿易センタービル通称 WTC っていうんですけどもそこの2つの T があるんですけど、T と T を重ねて、AR って書いてるところに持っていくんです、はい、この AR なぜ AR のとこ持っていくかは後で分かるんですけども、はい、そしてこの S を隠す感じで、平行ラインに、まあ、置きますよね。そうするとある文字が上に浮かび上がりますと。文字が浮かんでくる、はい、その文字は何か。はい、ザ・ウサマ。おお、はい、リンダリンダリン、はあ、はい、うわすごいの名前までがなぜか、予言されていたと。で、この時、正確に言うとここの長さも 9.11 になってしまうと。マジでやってます、ね、ここまでワンセットでやってます。で、まあ、この20ドル札というのは確かに先ほど飛行機のこう形をこう、しますと、まあ、国防総省ペンタゴンが炎上し、はい、そして、通称 WTC、国際貿易センターが炎上しているというこの20ドル、実はですねこの20ドルというのは国際貿易センタービルがテロ攻撃を受けてて崩れる様の一部分でしかなかったんです。どういうこと。それはですねアメリカの紙幣、まあ、1ドルからお金ありますよね、100ドルまで、はい、それを全て同じ形に折りますとある物語ができてくる。1ドルから100ドルまで、はい、折るとある物語。もともと1ドルっていうのはまた特別なお金なんで、だから1ドルを抜いた5ドルから100ドルまでのお札を同じように飛行機の形に折ります。5から100、はい、まず、国際貿易センタービル5ドル札の場合、はい、まず炎上も何もしてない形が浮かび上がる。いいですね、はい、これが10ドル札に行くと火が上がります。おお、いいですね、マジで、はい、そして、まあ、問題の20ドル札で、両タワーが爆発しています、はい、そして50ドル札でビルが崩壊していく様になってますね、はい、そして最後100ドル札で、煙と消えます。うわちょっと、うそ、はい、いいですね。そしてですね火上がってからのこのお札、陰謀が加わっているとされるこのお札、10ドル、20ドル、50ドル、100ドル全て足すと180ドルなんです。ここにも18という数字が刻まれる。はあ、すごいな、まあ、物語としては、はい、なんかね、お話聞いてますけれども彼徳川埋蔵金のありか知ってます。嘘つきね。知ってます。これ本当なんですよ。言うてどこ、はい、まあ、昔から徳川埋蔵金とか、はい、赤城山に眠ってるじゃないですか、はい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 、あれはダミーなんです。昔から埋蔵金っていうのは3箇所に分けるんですよ、はい、で2箇所はダミーで作るんです。でそのうちの1箇所だけは本当のところなんです。ほ、はい、んで今からその本当のところはじゃあどこにあるのかっていうのを教えてくれるの。はい、そんな自分で、はい、教えます。マジで、はい、そんな自分で、はいはい、教えて、はい、まあ簡単に、まあ、その赤城山がなんであんなにしつこく掘られてるかっていうと、ダミーの場所でも金塊とかそういうのは一応置くんですよ、ちょっとだけ。いや少しだけね、はい、で赤城山に置いたのが徳川家康の、ちょっとした人形、黄金でできた人形を置いたんです。でそれが出てきたもんだからそこにあると思ってずっと掘るんですけど、実は違うんです。どこ。埋蔵金とかそういうのって昔から暗号にするんです。暗号にして後世に残していくんです、はい、
でその暗号は何かっていうと、それがカゴメカゴメの歌なんです。童謡の。童謡の。昔からカゴメってこうカゴこうありますよね。こう竹で編んでる。はい、でこういうカゴの目がこうバーってできてるんですけど、その目を1個出すと、あのこの三角形を2つ描いたこのマークになるんです。それがカゴメなんですね。これがカゴメなんです。それで、徳川家康が日本列島にこう建てたお寺とか神社ありますよね。そういう関東地区なんですけど、はい、その徳川ゆかりのそのお寺とかをこうできてるんですけど、線で結ぶんです。線で結ぶとこのカゴメのマークになるんです、うん、これは本当です、うん、カゴメの目のマークなんです、うん、なんでカゴの中の鳥居は、はい、これは鳥は鳥居のことを指してるんです、はい、そのカゴメの中の鳥居は何か、これは日光東照宮なんです、はい、あの夜明けの晩に鶴と亀が滑ったっていうじゃないですか、はい、で夜明けの晩っていうのは朝日を指してるんです、はい、で実際に日光東照宮行かれた方は分かると思うんですけど、鶴と亀の銅像があるんです。でその朝日に照らされて、その影が指す方向に徳川の、お墓があるんですけど、はい、その後ろに祠があるんです。その祠にこの籠の目のマークがあるんですけど、上の三角形の部分がないんです。あ、そうってことは、じゃあ何かっていうと下を指してるんです。はい、この祠の下にあるぞと実際はもう分かってるんです。あ、そう。実際はもう国も分かってるんです。国も分かってるんです。でそれは勝手に業者がもうほんまに夜中にやるような、はい、そんなレベルの作業じゃないわけじゃないです。その国がもうとにかく伏せたがるんです。それでなんでそんで、まあ国宝だからもちろんその地を掘れないっていうのがあるんですけど、はいはい、なんで国がそんなに伏せたがるかと言いますと、実は掘り起こした時にそこに歴史的の流れじゃないものがもし出てきた場合、あ、今の歴史の教科書とかに載ってる流れじゃないものが、はい、俺らが間違って覚えてる可能性もあるってことね。そうした場合、国民がもう社会を勉強しなくなるんです。そこまで考えてんの？じゃあ今まで大学、高校入試中学入試で失敗してきた人はじゃあどうするんだっていうふうになっちゃうんです。徳川の埋蔵金ボンと掘り起こしたところでシルクが出てきた場合、シルクロードの流れが変わっちゃうんです。そしたら国レベルの話じゃなくなるんですよ。なるほど、はい、あ、そう。え、それ誰に聞くの？いや、それは言えないです、はい、すいません、それは言えない。いや、それ誰に聞いてるの？それは言えない、そこは言えない。オスポやろ？すいません、そこは言えない。あの、服部半蔵の正体って知ってますか？ちょっとね、はい、知らないです。あの、徳川家康が、天下取りましたよね、うん、で、徳川家康がじゃあなぜ天下を取れたか、これ分かりますか？関ヶ原の戦いで勝ったから。いや、そうじゃないんです。天下を取る人っていうのはやはり世界で最初に何かを成し遂げてるんです、うん、で、あの時代、戦国時代で天下を取るって容易なことじゃないんですよ、はい、で、徳川家康もやっぱり世界で一番最初にあることをやってるんです。それはスパイ。正解です。徳川家康は世界で一番最初に特殊部隊を作ったんです。だから今ではアメリカでさっき言った FBI とか SWAT とかそういう特殊部隊ありますよね、うん、でも、あの、世界で一番最初に作ったのは徳川家康。世界で一番？一番です。忍者部隊なんです。忍者部隊っていう暗殺部隊を作ったんです、はいはい、え、それまでは忍者とかおれへんかった？その、形上にはいるんですけど、幼少のもう物心ついた時から忍者の里っていうのを作り出して、暗殺だけのために、目的のために、人を殺すだけのために集団の村を作ったのが初めて。村を作ったのは初めてなんです、はい、その顔がバレないように顔を刻んで最後死んでったりとかもするじゃないですか。そういう暗殺部隊を作ったのが徳川家康なんです、はい、その長が服部半蔵なんです。で、徳川天下取ることができたんで、その、あの、褒美として半蔵門っ って今でも東京にありますね。あるある。あの名前をいただいたんですよ、地名を。で、もう服部半蔵は名前をいただいて嬉しいですと。でも私はこれだけじゃなく、実はもう一つだけ相談がしたいって言うんです。それは私を自由にしてくださいと。忍者の部隊で、特殊部隊でずっとやってきましたけど、後世もう天下取られた後は、あの、自由にしてください。そして、あの、全国を旅に行かせてくださいって言うんです。それで全国、ま、そうなんです。全国旅に行くんですよ。その時に使った偽名が松尾芭蕉。忍者っていう説が昔からあったんですよ、はい、それが服部半蔵とは。服部半蔵で、まあ都市伝説ですけどもね。はい、うん、まあ都市伝説ですけども、はい、いや、まあちょっと説得力のある。いや、正直花村純よりも全然いいよ。いやいや、じゃあですね、じゃあね、いや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 、はっきり書いてあったんやろ。ただ裏にオフィシャルと書いてたんで、これも言わざるを得ないぞ。
これはお蔵入りになったテレビの話なんですけど、その前に皆さん超能力の存在っていうのはご存知ですよね。でもごめんなさい、久々に聞いたらやっぱうさんくさいな。超能力っていうのが信じてる人もあるだろうけど、はい、その辺みんながみんな信じてるわけじゃないですからね。だからその日本人って超能力の存在って半信半疑の部分あるじゃないですか、はい、でも実際アメリカでキャサリン・レイっていう人物がいるんですけど、でその人は虫の知らせとか第六感と呼ばれる直感的な能力を自分の中で研ぎ澄まして訓練した結果、透視能力っていうのを身につけたんですよ。で実際その人何やってるのかって言ったら、アメリカの特別犯罪捜査官の一人になってるんですよ。でこっからが僕が聞いたお蔵入りになった話なんですけど、はいはい、日本国内で、数年前まで放送してた番組なんですけど、まあテレビを使って未解決事件とかを捜査するっていう番組あったじゃないですか。で、あの中のワンコーナーで1年前から行方不明になってる子供を探してほしいと、はい、で実際にアメリカからその超能力者を呼んで、ほんでその子供がいなくなったところに連れてって、で当時の子供の写真と当時着てた洋服を渡したんです。そしたらその超能力者が瞬時に、この子世界のあちこちにいるわって言ったんです。意味わかります？どういうこと？臓器売買されたんです。でそのことあってこれはお蔵入りになった。お前楽しい番組で何ちゅう話してんねん。その本当に最近子供が誘拐とかそういうのが相次いでるんですよね、はいはい、まあ、ニュースとかではそんなには報じないですけども、だから出かけた際はお子さんから目を離さない方がいいんではないでしょうか。ブルーになるかな。信じるか信じないかはあなた次第です。この話はですね、まずアメリカの歴代大統領に就任しますと必ず、宇宙人に会わされるんです。それはもう国家でやってることなんですよ。だけど、はい、大統領以外にも宇宙人に会わされた人がいるんです。誰？それは誰か、はい、実は映画監督で一人だけいるんです。あ、スティーブン？そうです、スティーブン・スピルバーグです。アメリカっていうのは、映画文化がすごい発達した国なんで、うん、映画で宇宙人の存在をゆっくり人々に、こう洗脳じゃないですけどこう覚えさせてけっていうのでスピルバーグが映画を作るんです。でその時に初めて作るのが、未知との遭遇なんです。その未知との遭遇で初めてスピルバーグがリトルグレイっていう形の宇宙人を世に出すんです、うんうん、それは会った人じゃないと絶対に世に出すことはできないんです。これもう一番有名なこのヒューマン型ですよね、うんうん、これがリトルグレイって言うんですが、これが未知との遭遇で初めて出てくるんです世の中に。それまで宇宙人をかけと普通の一般の人に言うと絶対に地球外のことを考えるんで、それまで宇宙人ってこうタコとかこういう形の宇宙人だったのを、はい、の、リトルグレイっていうのではっきり世に出したのがまずスピルバーグなんです。その次に、スピルバーグが言われたのは宇宙人は怖い存在ではないと、友好的な存在だということを、庶民に分からせろっていうので作ったのが ET なんです。別に敵ではないぞという感じで分からせるために作ったのが ET なんです。それでここから深い話なんですけど、アメリカっていうのは国家機密とかは50年守っていいんです。でエリア51っていう存在をアメリカは認めたんです。それまでエリア51っていうのは、まあ、宇宙の開発のところなんですけど、エリア51っていうのはレーダーにも映らない基地なんですけど、それを、発表しましたよね。で次この近いうちの50年何を発表するかって言いますと、ケネディ大統領が暗殺されましたよね。でケネディ大統領って宇宙人の存在を言おうとして暗殺されたんです。でケネディ大統領が暗殺されたのが1963年11月22日なんです。だからケネディが死んでから、42年経ってるわけですよね、はい、ってことはこの近くて8年、はい、約10年以内にアメリカは宇宙人の存在を確実に公表すると言われてる話です。へで深い話してもいいですか？いいよ。いいですよ。それなんかその流行り言葉にしようとしてない？深い話してもいいですか？深い話してもいいですか？雑誌でちょっとした連載とか深い話してもいいですか？でも僕ね、ケネディがそういうふうに宇宙人の存在を言おうとして暗殺されたとかね、はいはい、そのというのもなんか本とかでどんなことありますけれども、はいはい、嘘か孫とかねまだ分からないけど、はい、2014年でしたっけ公表されるんですよね、はい、2013年から2014年にだからその時に多分宇宙人の存在も確実に言ってくるんです。はいはい。でその深い話は深い話は、ケネディ一族についてなんですけど、はいはい、
呪われたケネディ一族って言いまして、ケネディ一族は政治に携わると必ず暗殺や暗殺未遂がされるんです、うんはい、それ分かりますよね、うん、で今回シュワルツネッガーが、州知事に出ましたね、うんはい、あの人が運がいいのはアメリカ国民じゃないから大統領にはなれないんで、うん、まだいいんですけど、うん、州知事を続けてる間に暗殺か暗殺未遂は必ず起きるんです。なんで？奥さんがケネディ一族の末裔なんです。そうや、その人が世に出て政治をやると必ずその政治やってる方は暗殺か暗殺。じゃあシュワルツネッガーは知ってんのかな、宇宙人の存在とか奥さんからから聞いてる可能性もありますよね。それが世にいつ興行をポロって出すかもわからないから、アメリカは絶対伏せますよね。じゃあもしも近いうちにシュワルツネッガーが暗殺とか暗殺ミスに会えば僕が言ってることが正論となるのかとかっていうところですけど。へえ、まあシュワルツネッガーの奥さんはジョン・レノン殺した人と、うん、ケネディ殺した人というかその指示を出した、うんうん、その大元は同じやったって言われてるやん。それはもう国家機密なんで言えないですね。それ全然言えない。わかりました。それは言わなくていい。国家側は違うやん。知らんやろ。いやそれは国家機密なんでまだ言えないです。知らんせがれやん。そんな言えないです。だから先ほども言った地球外生命体が我々今の生命体を作ったんじゃないかっていうのもあながちに嘘ではないような感じになってきてるわけですよね今。不思議よね、はい、だからその猿から人間になったっていうダーウィンの進化論も違うんじゃないかと。男性と女性このままいったら滅びていく、うん、要は染色体 XX これが女性を表す、うん、で XY っていうのが男性、はい、この Y 染色体っていうのが欠損した状態で受け継がれていて、うん、じゃあどうやったら助かるか、それが人間に最も近いチンパンジーとの結合です。だけど 99% チンパンジーに容姿はなっちゃうんですね。はい、っていう話を前回したと思います、はいはい、だからこれが結局その 99% 容姿がチンパンジーになりますよね。で現代人の形に戻るまで1万年かかるんです。ってことは僕ら1万年前にすでに遺伝子操作されてたんじゃないのかって言ったんです。
We'll be right back.